と、まだ多分誰も見てない気がするから、今のうちに準備しようかな。めちゃバタバタしてる。<laughs> えーっと、えー、っと、何からしようかな。<laughs> えっと、とりあえず飲み物を開封しようかな。さっきコンビニで買ってきたスパークリングワインです。 あ、こんばんは、ヤッホー。あ、時間きっかしに、ね、ありがとうございます。こんばんは聞こえてるかなもうさ、バッタバタ今は直前までシェデンやか。だからちょっと、ちょっといろいろしながらって感じで。あ、すいません。あの、開幕びっくりギョギョッとしたかもしれないんやけどさ。あの、毎回ライブで熱くなりすぎるんで、あの、こないだライブ配信用にタンクトップを買いました。あのー、シテンっていうあの日本の多分アローズカとかが出してるブランド、レベルの、 2000円ぐらいいセールで安かったたやつを買いましたそれは今日はあのおめでたい配信なのでちょっとなんかえくるくるしちゃうくるくるしちゃうしちゃいますあほんまなんか遅い低速なんかもう一回読み込んだりとかしたら回復するかもページをすいませんえー、っとなのでちょっと今日は露出多めであの記念配信ということなんであのちょっと露出多めっていうのも 相まってっていうか？なんかあれ？あ、亡くなかだったあ。こっちの問題でした。あ、こんばんは。皆さん、突然またゲリラ的に生配信を用意させていただきました。あ、こんばんは。ヤッホーです。あ <laughs>、おめでとうございます。ありがとうございます。あのですね。あの多分これをやったことによって、また1人か2人減るっていうのが常設なんです。<laughs> なので <laughs>。 500人突破とか言いながら、あの、ほんまに500人ぴったしになっただけなんで、これ終わった後多分数人減ってると思います <laughs>。また400台に戻っちゃう気はしますけど、まあとりあえずいいね500人達成したんで、で、なんでこれに僕気づいたかと言ったら、最近ずっと数字とか追ってなかったんですけど、精神メンタルに来るから。 ほんだけど、なんか昨日夜中の3時、4時ぐらいに突然、Google さんからね、あのメ,スメールが来たんですよ。Gmail の方に。で、え、何と思って、まあ全然起きてたんで、その時。で、見たら、おめでとうございますみたいな、あのパートナー、なんとか申し込みできあし要は収益化できますよってお知らせが来たんですよ。で、えって思って、 で、その今、YouTube の収益化の条件って、まあ、総再生回数が4000時間ぐらいと、登録者数が5000人、あ、5000人っちゃう、無理無理、あの、500人なんですよ、条件がね。なので、500人達成したから、収益化できますよってお知らせが来たんですよ、メールで。もうブックマークした。もうめっちゃそれでさ、テンション上がってさ、あっ おめでとうございます。ありがとうございます。こんばんは。で、え、500人になったんと思って動画も出してないし、最近ライブ配信ばっかりやってんけど、メインチャンネル。いつの間にか500人になってたんです。嬉しいです。あの皆さんは本当にありがとうございます。見て、これ。ほら、メール。Google から来たメール。いや、ま、白いって。ちょっと待って。あ、ええ、ちょっと待って。ほら、おめでとうございます。YouTube パートナープログラムにお申し込みいただけるようになりました。ってメールが来たんですよ。 とでさあもう感動しすぎてちょっとね今日一日中エモーショナルになってるんですけどあの <laughs> とりあえずね今日は皆さんいつもね本当にねあのあのちょっと待ってとりあえず飲み物開封していいもうずっと話しちゃうからでこのね買ったちょっとバタバタしててコンビニで買ったよくわからんスパークリングワインなんですけどそれちょっと開けますね皆さん日曜日の晩いかがお過ごしですか もうダラダラっとねしながら作業 BGM 他のチャンネルを見ながらでもいいんでね聞いてくださったら嬉しいですわ今日はね長期戦になるかも <laughs> あのサクッと終わりますとか言って感謝だけ伝えて30分ぐらいで終わりますって最初テロップに書いててんやんか。で 動画のタイトルにも、あの、今日はサクッと目とか,か最初書いてたんですけど、<laughs> あの、多分ちょっと先ほどね、いろいろ準備、ライブ配信の準備をしてたんですけど、それによって、多分今日は長期戦になるかもしれないんで、あの、いつも9時スタートなんですけど、ライブ、今日8時の早めに設定させていただきました。もう明日は仕事あるかもしれんからね、みんな。ありがとうございます、本当に。 で僕はちょっとね、一つ疑問があって、ていうかさ、コンビニ行ったらさ、うちの近所いつも外国人だらけなんや。<laughs> もうしかも外日本人プラス外国人で、ね、で、なんかさっきもすごいさ、外国人まみれでさ、なんか、あー、何時か何時か何時かとか言っててさ <laughs> あ、今からパーティーでもしそうな人たちがいっぱいいました。え、これさ、僕めっちゃ開けんの苦手なやつなんやわ。なんやわっていうか、開けんの苦手なやつやわ。ちょっと待って、これさ、ボーンって音鳴るやつやろ。嫌いやねん。<laughs> びっくりするから <laughs> え。え これいつボンってなんねやろうこの上は針金を取ったらなんのかな嬉しいです。びっくりしました。今日はだから特に予定も入れずにね、あの一日過ごしてて思いを馳せてたんですよね。<laughs> であの、昨日はね、あの仲いい友達と一緒にニコタマ。 二子玉川なんか二子玉ってわ最近の人は言うのかな二子玉ライズっていうでっかい商業施設ね <laughs>。大阪でいうルクアイーレとナンバーパックス合わせてましたみたいな。ショッピングセンター行ってさ、これ買っちゃったんですスティーブ・アランが貼ったから、もうさ、節約するって言ったやんとか思いながら買っちゃいました。で、セールで T シャツも買っちゃった。<laughs> もうあかん。<laughs> えこれいきなりポンっていかんよね。あ,あ、びっくりした。で、 ここの線を抜くんだよね多分ねなんかさオランダで去年さクリスマス一人り飾り付け動画出したじゃないですかなんかその時もなんかパーンってなってびっくりした様子が映ってると思う開けますあ,あ怖開きました普通に <laughs> でもまあもちろんワイングラスみたいなのないんで普通のコップに入れますねああ怖い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 壊れそう それではあの皆様、えー、私、えー、ちょうど去年の8月から YouTube を始めまして、えー、無事に1年が経過しついに500人目標であった収益化目標の、まあ、収益化っていやらしいしどうでもいいと思うんだけど聞いてる人はある一つの僕の YouTube 活動の一つの目安だった500人に無事に達成することができました。本当に皆様があのー <laughs> ダメやってまだ泣くの早いわあの本当に、ね、皆さんが温かくて <laughs> こんなね陰キャ陰キャっていうかその友達付き合いも下手そうなあのこんなねゲイのねまあ、まあ、ようわからへん人の動画無名でね500人も言ってないようなチャンネルをね見てくださってそれで面白いと言ってくださって動画を見てくださったおかげさまでじわ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 登録者数も増えてゆき 五百に達成することができました。長い。<laughs> っていう感じで、あ、ありがとうございます。乾杯。<laughs> うん、普通。いや、ほんまにさ、もう。 あ,ありがとうございます。本当にさ、ないあかん、もうこんな早いタイミングで泣いてたらあかんって分かってんねん。なんで今日メガネをしてないかって言ったら、ね、多分泣くと思うから。<laughs> だからメガネしてないから、ちょっと画面がぼやけててよく分かってないです。<laughs> ていうかさ、僕、だからコンタクトをね、最近作ろうかなって思ってて、その、僕、乱視だけなんですよ。字の度数は別に目悪くないんですけど、乱視がちょっとひどめなんで、乱視、 あれのためにメガネをねチーズあのメガネつけてるんですけどあとはパソコンよく見るんでブルーライトカットのやつをね見てるんです使ってるんですけどあのなんかやっぱいつも思うんだけど服歪んでるよね帽子とかもねでちょっと邪魔くさいからやっぱメガネってあでここに型もつくしさなんかちょっとコンタクトデビューしようと思ったらさ眼科に行かんとあかんねんってだからとりあえず眼科に行こうと思ったらさ なんていうか処方箋を出してくれる眼科コンタクトレンズの。で、あんまないねん。なんか調べたら。でもそれがないと市販のコンタクトなんか買えへんやん。だから処方箋出してくれるあの眼科を剥がしたら、まあまあの距離にあってさ、ちょっとめんどくさいから行くのをってて、見えなくはないんやけど、ピントがさ、乱視って合わんねん。あんまり。時間がかかるっていうか。だから、すんごいぼやけてるわ。いや、ほんまにね、 あっという間でしたわなんかオランダのあのまあことを発信するために YouTube 始めたんですけどそのなんつうのかなまあ帰国したしもうねオランダの情報なんか発信もしてないしなんなら今メインチャンネルちょっと半分停止みたいな感じじゃないですかでもトーク動画を出そうと思ってたけどそれすらもやめてもうライブ配信の方がおもろいっていうか自分的にはね面白いしなんかこう それでトーク動画になるやんと思ってまあライブ配信で最近よくやってるんですけどでもう1年経って目が出んかったらやめよってちょっと思ってたんですよ YouTube はねあのやっぱり YouTube ってすごい編集コストがかかるっていうかめっちゃ時間使うんですよ僕は楽しいしその動画編集って YouTube 始めてから使い出したソフトやからまあ仕事にもつながるかなと思ってやり始めてやりだしたら楽しいしまあええんやけど なんか1年やって何かしらの成果っていうか目標がなかったらちょっともうその時間を他に割くべきかなと思ってて YouTube 編集とか撮影とかのねやっぱり YouTube 撮影ってさそれこそ僕は今のリアルのこの時間を大事にしたいタイプの古いステレオタイプの人間なんで。 ななんていうかな写真とかさ別に映えとかで撮んのはええねんけどなんかずっとさ友達と一緒にいるのに撮影とかしたくないんですあんまりそのことの時間を楽しみたいからなんかこう撮影はあんまりね自,自分ばかりそういうのをしたくなくってっていうのもあってだからもう一部を1年経ってメガティンーったきっぱりやめようかなと思っててんけどたまたまですよほんまにこの1年8月去年の8月初めてで1年経ったこと。 時に滑り込み成分みたいな感じでご中に行くことができました登録者がでも別にすぐ収益化するとかは全然考えてないですはい <laughs>、うん、いやもう本当にありがとうございますっていう感じでコメントとかもね僕気づくの遅くてねいつも遅かったりするんですけどコメントもいつもくださってありがとうございます皆さん、うん、いやなんかさ僕いつも傾いてるなと思っててさ自分のアーカイブ見てたよ <laughs> いやあ、ほんまね、もう、感慨深い。たまたま、昨日、ニコタマライズ。あれお仕事しながら撮影編集は本当すごいと思います。あありがとうございます。そうなんですよね。なんか、一生パソコン見てたんですよ、今まで仕事でね。でもう、さらにパソコンを一生見ることになって。<laughs> <laughs> でも僕一生座ってんの国ならんタイプなんやだんから多分デザイナー向きなんですけどでも楽しいからやっぱり編集ってやっててだからまあ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 趣味半分みたいなとこあったっちゃあったんだよねうん。なんニコ玉ライズ行ったらさなんか世田谷あ世田谷区なんやっけニコ玉がのなんか何あの。 ラグビーチーチムみたたいなのが来てたわけよイベントになんか地域住民との交流みたいな感じでまあエロかったねまあでも日本人の選手たちはみんなずーたでかいだけであんまタイプの人おらんかってんけど外国人選手がいてて 2m ぐらいあんねんやんでめっちゃマッチョで。 で、その人がいた時はもう、うえ、と思った。え、握手してもらおうと思って、ハグとかしてもらいに行こうと思って、ちょっと不純な動機で。<laughs> でもいろんな人が写真撮影してあの、その選手と一緒に写真撮ってもらったりとかしてはったから、この外国人選手のところにも、ポツポツ人がいてたからあ、あ、今知り合いからの下ズボン履いてるんっていう LINE が来たんですけど、今日は、 今日もズボンは入っていいてません、はい、もしかしたら移動でバレちゃう可能性は大です。はい、で、だから、あもう外国人選手のとこ行ってさ、ハグとかしてさ、なんならさ、筋肉とか触らてもらおうと思ったけど、セクハラそれと思って <laughs>、ちょっとやめました、はい。ミーハー心がうずいたんですけど。いやーなんか そうねだから今日はそんなに言うほどねテーマというかあのネ,ネタはそんなにないんやんここだって先週ぐらいに一回ライブしてるやんだからそんなに別にまあなんかすごいことが起こったわけじゃないんですけどなのでタイミングよくねこれまでのあの僕の人生の遍歴を振り返ろうかなっていう「誰得?」みたいな企画を用意したんです。はいあのお前に興味ないねみたいな方はちょっと多分退屈やと思うねんだけど。 あのちょっといろいろ過去のねあの外付けいっぱい持ってるんですけど外付けのやつを引っ張り出してきて保存してた写真たちを見繕ってきたんでちょっとその写真をねみんなで見ながらトークしようかなと思っておりますそんなんでいいでしょうか <laughs> いや本当にありがたいですけどねあ,のありがとうばっかり言ってても思わないんでね感謝はしてるんですけど。 ちょっと早速企画の方に移らせていただこうかなと思います。ちょっと目が見えないので眼鏡を。えっとですね何の部門から行こうかな部門がちょっといろいろ分かれてて幼き私部門とあの私が生涯最も愛した元カレ男部門と。 イタリアのミラノサローネ部門というなんか突拍子もないです3つの部門の写真を用意させていただきましたはいやっぱ一番まあライトなイタリアのミラノサローネの時の写真にしようかな なんかね僕が大学生の時にあのミラノ・サローネって多分4年に1回オリンピック的な感じでイタリアで開催されてる家具の見本市なんですよ前ちょっと動画で触れたと思うんですけどそこに僕が大学の時に知り合いの先輩があの現地に知り合いの日本人の方がいるからちょっとバイトとかしてみいひんって言われてすっごい好きやったからインテリアとかプロダクトとかねだからあい絶対行きますみたいな感じで行って多分夏休み中とかに行ったんかな休学とかはせんかったんけどそれで4人ぐらいで。 大学の先輩とか同期とかと一緒にイタリアのミラノサロンに行ってきたんですよねはいでそれでさその日本人の知り合いの方がイタリア人の,あの家具デザイナーみたいな人と現地で結婚してるはる人でその人の家に行かしてもらってでちょっとねその写真あっテイク忘れてたまあいいやあとでやろうえっどれやったっけえ早速迷子えこれあっじゃあこれ これあそれでここがねその今言ったあのとある日本人女性の方とその建築家の旦那さんの家なんですけどえぐくないですかこれですで旦那さんが作った家あの家具とかがありますねすごいおしゃれでしたで、ね、日本のねお面とかもいろいろ飾られててねでここら辺に いるの中央ら辺にいるのが私ですねと友達たちですね、うん、で次これがねイタリア行ったのが2008年とか9年やから多分多分ねだから、うん、めっちゃ昔なんですけど超イタリアって感じじゃないですか <laughs> めっちゃ懐かしいと思ってんで とかこうなんな、ね、れね、なんかイギリスの多分警察なんですけど、あのダフトパンクっぽい人たちがいたので、後ろから撮りました。ダフトパンクって懐かしないめっちゃ流行ったよねとか言って。いやー、この時にね、ちょっとあるエピソードがあるんですけど、あね、これほら有名な、あのゾウモっていう広場があるんですよね、多分。でそこの、 あの近くのホテルに僕ら滞在してたんですけどホテルの人がベッドとか出し,あの出してくれて追加でこれねなんかねそのドームの広場が改修中かなんかやってでその目の前になんかくそでかい骸骨のオブジェみたいなのがあったっていうね感じですわで僕はそのミラノサロンデで,であのとある日本の企業のブースのパーティーのバイトをしたんですあの 食べ物とかを配る,来場者に配るバイトをしたんですけどでその時に来てた VIP の人が中田秀俊さんとかあと名前忘れた誰々さんとかだったんですけど。 で、そこで、あの、僕がでも、もともと好きな企業があったんですよ。モーイっていうね、インテリアセレクトショップがね、イタリアかなんかので、そこのパーティーに行きたかったんで、ちょっと言って、スタッフ抜けさせて、ちょっと抜けさせてもらえませんかって言って、で、モーイっていう方の企業のブースに遊びに行ったんですよ、仕事中に。で、そこで、その日本でモーイを周知した日本人スタッフメンバーとか、モーイのそもそも社長のおじいちゃんの人とかもいて、普通にね。で、名刺交換とか、一社長と、 名刺交換とかさせてもらってめっちゃ気さくでいい人だったんですけどでまあまあねもうって多分富裕層向けのインテリアセレクトブランドやとは思うんですけどでそこであの世界のねあのじゃんマルセルワンダースっていうデザイナーの方とツーショットを撮りました <laughs> あのねこれ結構ほんまに自分で全然記憶になくってえこんなんあったんと思ってびっくりしたんですけど あのねあのマルセル・ワンダースって普通に探したらネットでねあの普通にめちゃくちゃ超有名なプロダクトデザイナーなんですよ <laughs> でもう多分一生一回も会うことないやろみたいな本当雲の上の存在みたいな大御所のデザイナーの人なんですよでその人が猛威から多分家具を出してはってほんで本人がいたからファンですみたいな感じで一緒に写真を撮ってもらいましたっていう写真を掘り出してきてえすっごいと思って普通に <laughs> 今思ったらと思って。 ここに入れさせていたただきました、はい、でその時にね僕はそのとある企業の給あの,90のバイトみたいなしてた時に,あのにその時にとあるまあイニシャルでいいや H さんっていうねにイタリアでミシュランミシュランえなんか5つ星みたいな撮ってる日本人シェフの人がいたんですよ H さんっていう人がね。で でその人のもと、その人が料理を出してて、それを僕らが運んでたわけ。で、ほんなら、その人さ、アシスタントにさ、めちゃくちゃ可愛い、年、なんか白人のプリッチーな男の子をスタッフで雇ってはって、ぱっと見ちょっとゲイっぽかったやんか、エイチさんがね。で、まあその時で僕全然そのオープンにしてなかったから、セクシャリティとか、うん、一緒にいた人たちとかにもね。で、なんか、うーんと思って香ばしいなと思ってたんやんか。で、ほんならさ、 そのいろいろ仕事が終わった後にそのさイ H さんからねなんかプライベートの番号をもらって人伝いになんか「あ誰々くん」とか言われて「であはいとか言ってさエイ H さんからなんかこれ名刺とか言ってで名刺の後ろに手書きでプライベートのナンバーが書いてあったわけ電話番号がでえっと思ってでさそれをさみんなの前で渡されたから「えめっちゃさ誘われてるやん」とか言われてん。でさ その時はでもカミングアウトしてないから、え、男にそんなことされたみたいな <laughs> 感じあって。そうそうそう。で、なんか表だってあ、デートしますとか言えへんかっていや。まあ別にタイプでもなかったんやけどさ。で、ほんでさ、あの多分、あ、それで一回ホテルに帰ってみんなで、その名刺はもらったものの。で、ほんならさ、みんながさ、え、電話してみーや、みたいな感じで言ってくるわけよ。うん。で、 ええとか言いながら。でさ、電話したらさ、そのパーティーの仕事が終わった後も、だから11時とかちゃうかな。に、今からじゃあそっち行くって言われてその H さんに、ホテルにそっち行くわって言われてん。で、えってなって、今から来んのとかなって。でさ、ホテルのその部屋をさ、みんながさ、ベッドメイキングしだして、あ、ここ大丈夫やから使って、みたいな感じでさ、ね、そうなって、いや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 待って、みたいな。っていうかゲイじゃないし、みたいな、そもそもね。で、 ほんでさその後ほんまに来たわけでっかいでっかいあのゲ現地ありじゃないわあのバイクでその H さんがねドームの広場まで来たわけでえガチやんと思ってでみんなで会ってあじゃああとはまあなんかどうぞお二人でどうぞみたいな空気感なわけでもさ <laughs> <laughs> もうさいろいろ僕もこんなんていうの混乱してていろんなことがねカミングアウトもしてないしそもそもみたいなででまあもひ僕とその H さんともう一人ぐらいの友達でなんか夜のイタリアの街をね歩いてたわけよ。でさほんならあのー。 その時に食べ歩きすんねやんか。でその、まあ、物は美味しいねんけどでとあるなんかサンドイッチみたいなおすすめだよみたいな感じでそのシェフのね H さんが露店で買ってくれたなんかサンドイッチみたいなのがあってでそれをさ僕にパッてくれたわけでその時にさ生玉ねぎが入ってたわけよ。で僕生の玉ねぎめっちゃ嫌いなんや <laughs> お腹壊すから。でうえっと思ってでほんで。 で、その H さんが前を歩いてたから、バレんやろと思ってさ、で、僕、後ろを歩いてて友達よで、そのサンドイッチかなんかに入ってたさ、生玉ねぎをペッて捨てたわけ。で、それでさ、抜いて取ったわけ。でほんならさ、H さんがさ、パッて振り返ってさ、えみたいな、今なんか捨てたみたいな感じで言ってきてさ、えと思っ,って、え後ろに目ついてんのと思ってさ、びっくりしたっていうエピソードがあります。<laughs> うん、それがすごい、そのサローネの面白い思い出。 <laughs> 今でも覚えてるあの人後ろに目ついてたんかなとか言って。でまあその後普通に食べ歩くしてでもその時は解散してんけど。 でその後もさ僕カミングアウトしてないから別にそのエイツさんとは何もなかったやんとりあえずは彼が出してる本があるから料理のねそれにサインをくれてそれを僕にくれたわけよ、うん、で終わってんやんかでこっちはこっちでなんかポートフォリオが見たいとか言われたからなんかポートフォリオのなんか渡した気がすんねんけどで終わってほんだらさ後日さその人がさ韓国人の韓国籍ていうか、まあ、韓国人の人と結婚するっていう情報を聞いてさ「えー、と思って <laughs> みんなでびっくりした。 え、あの人ゲイだよねとかなった。<laughs> え、完全にゲイやのに韓国人の女性と結婚したみたいな感じになったという後日談があります。はい。でも普通に多分すごいシェフで、その人のお店は何ヶ月もお店予約が取れないみたいな日本人シェフ、イタリアでね、の人やったらしい。懐かしい。でも見た目はね、完全にイカホモでした。<laughs> マッチョで、短髪で、みたいな。ヒゲで、みたいな。 で全身グッチでみたいなピタッとした服を着てはるっていう <laughs> 誰がどう見てもゲイやんみたいな感じじゃねんけど <laughs> 女性と結婚してたわ不思議よねでも最近僕さネットフリックスとかユーネクストとかでも見てんねんけどさあのいろんな性があるやんかでそのモノポリアンビーみたいなモノモノモノなんとかみたいなさ複数愛者みたいなあるやん同時に複数の人と付き合うみたいな人のニューヨーカーの ドキュメンタリーを見てたんですけど全然面白くなかったであとラテックス性癖がさすごいラテックスっていうのかなゴムみたいなラバーっていうのかなとかが性癖の人とかのドキュメンタリーを見たんですけどでって思った <laughs> なんか <laughs> へえあっそうって感じだったよくいるやんそういう人と思っていや多分よくおらんのやろうけど <laughs> なんかそのドキュメンタリー HBO がだってセックス・アン・ザ・シティの会社が出してたから面白いかなと思って見たけど全然思んなかったよくいるやんそういう人と思ってさ か <laughs>、うん、なんか SM も好きやからさラ,なんかラテックスのそういうのが好きかつなんかそういうのを理解してくれる彼女さんに全然巡り会えなくてみたいなその方を言ってて「ふーん」って感じだったあそうですかって <laughs> もうでも最近さ何見てもさ「あそうですか」って思うっていうかさあんまもうさドラマとか見ててもさ「ふーん」としか思わへんねんだから自分の感情が入りこま込まめんくっていや 途中までしか見れへんくなってさでって思っちゃうというかあそうですよねって思っちゃうしなんかメタ的にさ考えちゃって大体いい1話は主人公の掘り下げねとかさあここでこういうシーンでこういうカットを見せることによってあ今からこのドラマの方向性を示してるんだなとかなんかそういう風に見えちゃっていまいち感情が乗り切らへんわけよドラマ見てても。 構成とかそういう見せ方ばっかりなんかふーんと思ってまあ新しさもないわと思って見ててさ <laughs> でもこの間「地面師」っていうね Netflix オリジナルのドラマ見たんですよ友達がこの間おすすめしてたからで1話のちょっと半分ぐらいまで見てんけどなんかもうちょっと無理やってんややっぱり。 日本のドラマは僕はあんまりやっぱりうーんって感じあって一回やめててやんかでこの間暇やったから続きから見たんやけど昨日の晩ね面白くって結局全部最後まで一気見した面白かったですよ地面師っていうなんか実際にあった詐欺の話みたいなやつでなんならあの 綾野剛のファンの人がいたら絶対見るべきやと思いますよ。あのネタバレになるから言わんへんけどめちゃめちゃ彼、人肌脱いでますよ。<laughs> 人肌脱いでるうん。あのすごいことしてますよ、ドラマで。結構エログロやねんけど、面白かったで。で、あのー、小池栄子さんがやっぱすごいね、めちゃめちゃ演技派なんやね、あの人ってね。うん、すごいいい役してたし、似合ってた。 僕もさであのファンの人は申し訳ないけどああいう顔の人って別によくいるやんってちょっと思っててだから全然その今までピンと来んかったんやけどその地面師見たらえめっちゃかっこいいかもって思ってんめちゃくちゃ演技派やし1ミリも彼のやった役を見たことなかったから今まであこんな演技うまいんやんと思ってびっくりしましたはい。 でさ最近僕そのさなんか思うねんけど役者さんとかねなんかあのケイト・ブランシェットみたいな俳優さんいるじゃないですかあのどっかのイギリスかどっかの女優さんいるじゃないですかであの人のドラマか何かのあれを見た時になんかこうなんかやっぱ役者さんってさ別にイケメンやからとか美女やからとか関係なくってなんか物語性なんかこうストーリー性がある顔かどうかっていうのがなんか重要やなって思ったんですよね。うん そのケイト・ブランシェットのビジュアルを見た時にもうこのさあこの俳優さんでどれだけのなんかこうストーリーが膨らむやろうみたいなんとかワクワク感がこっちが膨らむやろうみたいなのがやっぱり役者さんって役者さんなんやろうなと思って <laughs> ちょっと意味不明なこと言ってるけどだからこの顔にストーリー性があるかどうかやろうなと思って、うん、ほんまに別に整ってるとかそんなのは役者には関係ないっていうか 全然そこは二の次やなと思いました <laughs> 次のいや次の写真見せようかなこれはあこれイタリアやあじゃーんこれはめちゃくちゃ 大昔に大阪でゲイの友達たちとバーベキューをしたんですよね。でその時の写真なんですけどこの時ね僕あのゲイの友達を増やそう月間みたいな感じであまりにも友達はいなさすぎるから頑張ってたんですよ友達作りを。であのゲイの,あのこういう子たちと会って。 ま、バーベキューとかしてみたんですけどまあ見事に空振りでした <laughs> やっぱり自分は向いてないんやなって思いました <laughs> グループ活動に <laughs> まあ多分たまたまやけどねうんそのやっぱりメンツの視症とかあるからまあそういうのやと思うけどなんかでも出てきてんこんな写真が引っ張り出してきた2009年ぐらいです っていうかさどれも平成やねん写真が懐かしいよねもう平成がいいわやっぱ令和はあかんわ <laughs> 老害みたいなこと言ってる <laughs> いい時代やったよね平成ってさほんまにうんで次これあっあひゃっ <laughs> これさっき友達送ってくれたやつ僕の昔の写真ですねかわいいね <laughs> 自分で言うみたいな, <laughs> なんかねこの時ピアスしてるけどねあのどいつやったかな僕ベルギーに行ってる時かなんかにねこのピアスをね拡張してねめっちゃぶっとい穴が開いてたもっとでかい穴が開いてたんですそのちょっと前かなっていう可愛い写真が出てきました これ、これ、えこれやばないこれ、結構問題作ですね。これさあ、あ、間違えた。あ、かわいい。ケミストリーの道地に似てるって言われませんかあのさ、これさ、ほんまにさ、あの、キモいマウントでも何でもないねんけどさ、一回だけ言われたことあんねん。道地に似てるって大学の時に。 <laughs> おぞましてないその人目めっちゃ悪かったんかなと思ってんけどさ1回だけあるでも、まあ、この当時僕一重なんですよねていうか僕が二重になったのってそもそもいつやったかな大学の途中ぐらいやったかな僕二重に自然になったんですよそれぞそれまでずっと一重で来ててんけど奥二重とかでも何でもなかったんけど急に二重になったんですよねこれ整形とかって周りの人に言われんねんけど別にほんまに整形じゃなくって。 勝手になったんですよねシワなんですよね。でこれはさ多分相当昔よ。これ相当昔の私やばないかわいすぎへん。<laughs> いやもう大絶賛してるやんって感じやけどいやブスやで。いやブスやねんけどこの年になったらわかるわ。あのかわいいあの おぼっこいおぼっこいめちゃめちゃ田舎の子って感じほんでさめちゃめちゃさあの高専的な T シャツ着てない <laughs> なんか猫のさめっちゃめっちゃ激しい T シャツ着てないおぼっこいそうだよねめっちゃ中学生ぐらいちゃうかなこれ多分で次これあこれは貴重なあの私あの弟がいるんですよねご存知ない方もいるかもしれないですけど兄弟が って弟がいるんですけど弟ちゃんと撮った写真ですねこれいつぐらいやったかなこれも多分めっちゃ若い時やねで2人でこれね鳥の糞かけられたんんですよねなんか多分家族旅行に行っててで鳥の糞がかかっちゃってなぜかねそんな奇跡あるって感じじゃないけど動いてる人間にかかることあるって感じじゃないけど それを弟と二人でぶっかけられたっていうねやつですね。髪長いよね、この時、ほ本で。じゃあ次。あこれね、これも多分ね、2000年、ほんまにザ・平成みたいな時です、これ。やばないめちゃめちゃ田舎の子じゃない でもは正直、めっちゃモテた。うん。めっちゃモテたやん。ゲイに。<laughs> 多分一重やったからやと思う。この時はね、なんかゲイバーとか行ったら、あの、袴田さんって俳優いるじゃないですか。アパフリンの人。<laughs> こんな言っていいんか分からんないけど。袴田さんに似てるって言われて、で、モテた、結構。うん。やっぱこっちの世界って、一重の方が多分モテると思う。 うん、なんか僕さん、言ったかもしれんけど、一回整形の,あの相談で、一人にできませんかって、あの、二人になった後にね、一人にできませんかってカウンセリングに行ったことがあるんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> あまりにもさあのー、やっぱちょっと芸人気がと思ってで奥二台か一重にできませんかっていう相談をしたんですけどあの先生に「いやみんなあんたみたいな平行二重みたいに従うのになんで一重にすんの?」って言われて逆にね怒られてでやっぱ無理なんだって一回しわになったまぶたを一重にしようとしてもそれっぽくはできるらしいんやけど、あのー、結局戻るんだって人間の力で二重に。 <laughs> で僕みたいに自然に二重になった人ってあの多分勝手に老化したら見えぐらいになるって言われました残酷なあの <laughs> 宣告を受けましたはい <laughs> 要はマブザムしわですからって言われて何かしわになりやすいってことですよって言われました <laughs> 言わんでよくないそれで次はあこれですこれね あのー、父方のばあちゃんちなんですけどまああのばあちゃん大好きやったんですこのばあちゃんが右に写ってる何つかあと姉ちゃんが写ってるな右にこの時も可愛いよね <laughs> いやもう大絶賛かよでキモいわ自分のこと可愛いっていやなんか客観的に見てさほんまにさダサくてあか垢抜けなくて可愛いっていう意味ね で左がじいちゃん。んやっぱり僕、この、まあ、ばんちゃんの、まあ、亡くなったタイミングで、まあ、パニック障害とか発症したと思うんですけど、まあ、それだけじゃないねんけど、本当に二人でいつもさ、百貨店にさ、なんかこう、買い物行ってたなあバスに乗って。楽しかったなあはぁ、あ。な <laughs> んからこの写真出てきた時にさ、懐かしくなりすぎてさ、ほんまに泣けた。<laughs> <laughs> ばあちゃんにまた会いたいなと思って <laughs> なんかねここまで僕はこのばあちゃんに対して思い出があるのってねばあちゃん子ってわけでもなかったんやけどあの、まあ、昔からよくなんかあうちに来てくれて世話してくれるばあちゃんやったんけどその初孫で初男やったから大事にしてくれててやんかですっごい職人気質やねんこのばあちゃんめちゃめちゃ。 こだわりが強いし神経質な人やってだからうちの母親とか義理の嫁っていうのにあたるけどまあ付き合いにくいみたいな感じだったん大変なばあちゃんだと思うね確かにその立場では絶対関わりたくないなみたいな人はねで僕は孫でいしものすごい愛されてたからあの甘やかさ,されてたからそういう立場からあの好きやってんけど、うん、嫁姑の関係やったらすっごいしんどいと思う感じのばあちゃんやねんけど。 そのすごい作家気質やったから自分でめっちゃ上手な服も作れんねやんかで結構いいとこの子ではあったらしくってで品,品がすごいあるしで、まあ、ちょっとねこの YouTube 上では言えない事事件っていうかまあいろいろあんねんけどプライドも高いしだからものづくり一家にあの生まれた方でか気持ちがなんかね勝手にシンクロしてたやんその周りに理解者がいないっていう境遇が似てたから。 すごいそれで好きでした。はい、おばあちゃんね。懐かしい。んで、次。あれこれ、もう見せたっけあこれこれあ、次これ。これさ、僕が大学の時に買ってたハムスターでさ <laughs>。ちょっと待って。突然すぎひんああ、おもろ。 これ出てきた時にさ、ああ、懐かしいハムヤンやんけと思ってさ、これハムヤンって名前なんです。<laughs> 名前のセンスんな。 <laughs> めっちゃ可愛いな、ハムヤン。しかもね、僕これ二代目なんかなこれ一代目が死んじゃったから二代目の子やと思うねんだけど、グレーの子ね。一代目は多分通常のベージュのジャンガリアンやってんけど、<laughs> この子多分二代目のハムヤンです。一代目はね、多分ね、ハムコーやったかななんか似たような名前やってんけど <laughs>、この子可愛かったんです、すごく。で、あー、ハムヤンや,ん,やんと思って。 この子かな二代目。ハムヤンがペロってしてるみたいな。あの、ゲージから出せーみたいな感じで言ってるところ可愛すぎて写真に撮ったというね。で、ペロってしてるみたいな。可愛い,い。大学には連れてってないで、さすがに。そんな、ちょっとメンヘラ女子みたいなことはしてないんですけど。あ、で、これは、僕が多分それ、大学の時に暇で木工のか授業かなんかの時に作ったお化けのキーホルダー。<laughs> なんでこんなもん写真残ってんのと思って、あの、 ちちょっとぶち込んでみましたであこれはねあのこれ2000何年かなあま大学の時ぐらいなんですけどてかめっちゃ写真撮ってるし残ってんなと思ってさこれ皆さんお気づきですかこの写真のとある違和感に <laughs> これ伏見稲荷大社京都の伏見稲荷大社ねあのめちゃめちゃあの なんかお社じゃなくてあの鳥居がぶわってある有名な観光スポットあるじゃないですか僕京都にあ本当に京都に住んでる時に行ったんかも新卒の時にその時に撮った写真なんですけどこれはホラーホラーっていうかあのねこれ何気なく撮ったその神社の伏見大社の写真やねんけど雲がさ狐の形になってません <laughs> お気づきでしょうか このさ銅像がある狐とシンメトリーで反転させた時に雲がさ狐の顔になってへん耳とかこうさあってさ顔がこうやって口がカって開いててさっていうあのなんかでも調べたらそういうふうに伏見なり大社で狐の写真撮れたみたいな人でちょいちょいいるらしいよ。<laughs> そう っていう、ね、女この写真も残ってたんでなんか妖怪っぽいよねあの白面のものって感じじゃないあの牛ろとトラの <laughs> 牛ろとそって漫画があんねんけどそこに出てくるあの白面のものって敵キャラみたいな顔してますよね <laughs> で次あこれ出したわ今あここからはあちょっと待ってこれセンシティブやなちょっと待ってここからは まあ、私の幼少時代、幼少時代じゃない <laughs>、あの、振り返り、主に大学生の時のおぼこかわいい私の時代を振り返ったんですけど、ダイジェストでね。で、あのここからは、私が最も愛した男性、<laughs> そんな語弊があるか <laughs>。あの、まあ、この人もパニック障害の原因になった、あの、よくね、動画に話題にも出してる、バイセクシャルのカナダ人の元彼のアルバム。 を見つけちゃってホルダーをね封印してたのにもうね泣いたよね <laughs> もうなんかさ当時の記憶が蘇ってきてさ封印を解いちゃったんですよ僕その彼の名前のになってたホルダーをね開けちゃったんですよね 500人達成した時にあのー、めっちゃ嬉しかったのはその YouTube, 上 YouTube で500人登録者数がいる人って全体の50%なんだってで1000人超えたら全体の10%なんだってだからもう本んになんていうかな狭き門なんですよねまあ50人あ50%だまあまあ多いねんけどでまあその僕ってさそのまあ、ゲイでまあこう今までいろんな ななことが多くの人ができることができないっていうコンプレックスみたいなのがあったんですよね。あのちょっと重い話。<laughs> あのみんなが結婚普通にできるのに自分はできないとかで仕事とかままあ、まあ大学でもそうだけど勉強とかで見た目とかここ多少ね小綺麗にしてモテててもみんなができることができないみたいなことがずっ となんかこう自分の中でコンプレックスが多分あってだからできることを増やしていこうっていう多分人生やったわけよそういうことができない人ができない何なていうかなみんなが大多数の人ができることが自分はできひんから子供を持つこともできないし好きな人と結婚することもできないから,だからその分できることを増やしていこうっていう人生やったと多分振り返ったら思うんですよねんでその YouTube をやった時もその 500人とか1,000人とかっていうのってすごい狭きもんで一部の人しかできないことじゃないですかだからもしそれができたらすっごい自分のの自自信になるなるっって思ったんですよねその自己肯定感は別に低くないんですけど別にそうなんな線でも全然自己肯定感あるんですけどだから一つの目安としてあこんなところまで自分はやれたんやっていうふうに自信につながるなって っって思って思結構個室そういうところに固執してたというかうんでもかといって1,000人とか1万人とか登録者数がいる未来もイメージできんかったわけよやっぱりこういう人間性なんで人がすごい選ぶと思うタイプなんでうんだからその500人いったってことがすっごい自分の中ではよっしゃっていうかなんか手応えがあって別に収益化がどうとかじゃなくってクリアそういう一つの目標を達成できたっていうねことがすごい嬉しい。 んですはい、<laughs> そうそれだけちょっと嬉しいああ泡が出るそうなんですよで不安障害もまあその元カレーと別れてばあちゃんがさっき言った最愛のばあちゃんが死んだ時から2014年ぐらいに初めて発症したんですけど今まで僕すっごい海外が好きで海外旅行も好きやし出かけるのが大好きやったから。 だからあの本当に嫌だったんですよ。不安障害って乗り物に乗れないんで電車とかバスとか飛行機とかフェリーとかねあの密室が無理とかねそういうのなんで密室とか逃げられないっていうかそういう場所が無理な病気なんで一気にねあのー。 なんていうかな羽をもががれたみたたみいな感じがしたんですよね移動が好きやったのにもう今からはそんなことがもうできないくなっちゃったんやっていうねだから自分の良さを殺されたというか自由を奪われた感じがしたわけよで伊手座の人が一番それって嫌うことらしいんですけど自由な人種やからそこを 不安障害という病気のせいで、あのー、ストッパーがかかったというかもがれてもう本当にお先真っ暗やったんですよねそこからあでもうほんまに行きたくなくって <laughs> くるら<う>話 <laughs> 何の希望もないやんって思ってたんですよでもそれでもまあでまあ給料は未払いとか謎の事件もあって裁判沙汰とかにもなってね 本当に生きんのが嫌やったわけ。昔から嫌やったけどね。もう小学校の頃からさ、先生にさ、なんで生きないといけないんですかとか質問してたぐらいの人やったからさ、<laughs> それで親呼ばれるみたいなね。生きるのがすごい嫌やったわけ。うん。で、まあんまりね、僕こういうの YouTube でさ、エンタメには、まあ、基本面白おかしくやりたいから、あんまこういう深刻な話というか、 まあそういうディープな話はまあしたくないねんけど、まあ今日はね、特別。うん、もう500人達成できたことが超嬉しいから。うん。まあいつもさ、まあ自分語りすいませんとか言ってるけど、いっつも自分のことばっかりやん。<laughs> だから別に今日に限った話じゃないねんけど <laughs>。その中でも、やっぱりオランダに行けた、行こうと思って行って、めちゃくちゃ、まあ、収穫があったし、なんかまたその生きる希望みたいなのが、 見つかったんですよね。<laughs> えうん。なんかめっちゃ文章力下手じゃなかった、今。<laughs> で、これから見せる写真は、その僕がね、愛した男の <laughs>、愛した男ってなんか生々しい <laughs> の写真を供養。そして、当時の まあ今もね、傷ついてるよ。現在進行形で傷ついてんねんけど、まあそいつに振られた経緯とか過去の動画を見てくださったらわかると思うんですけど。で、今はなぜか女子と結婚してるしね。別に、一時の人やったよ。向こうからしたらね、僕なんて例えば一時の人間やったと思うねんけど、自分はその、この彼と付き合うって、初めて好きな人っていうか、付き合った人との写真を残してたわけ。それもすごい、さっき見てて、 その彼彼と付き合うまでも何も何氏いたけどずっと隠しながら付き合ってたから写真とか一枚もないわけその彼との思い出とか付き合った人の顔とか一緒にいたどこどこの写真とか一切ないわけでまあ彼相手の仕事のあれもあるねんけど、うん、だから初めて自分を全部見せた相手やったわけよこのカナダ人はね 物理的にも初めて全部見せたしね。で、内面的にも全部見せたしね。でその上で、彼には愛してると言われて、振られました。ある日突然。あの、男じゃ立たないという強烈なワードをいただき、振られたんですけど。<laughs> でもね、もう一回、あの出来事を味わえって言われたら、ほんまにもう死んだ方がマシって思うぐらいしんどかった。それぐらい心許した彼ですね。 はい、もう行きますね、写真。あ、またまキツネ出してるやん。これはまず衝撃的やと思うんですけど、これは何かと言ったら、そのカナダ人の彼の太ももに私の名前を爪で残したという、めちゃくちゃメンヘラミの強い意味不明な画像です。<laughs> でもさこんなんあったんやと思ってびっくりしてんけどさほらうっすらさ「たくま」って書いてるの僕本名たくまって言うんですけどそのさ爪でさそんなさガーてやってないでなんか「たくま」ってやってんねめっちゃキモないっていう写真があったり次これは彼があのお家で作ってくれた謎の食べ物です <laughs> なんなんこれ焼きそば <laughs> ナポリタンみたいなまあでも作ってくれるということがね嬉しいんで それを取りましたいいよね。これ不器用な男飯みたいな感じがいいよね。で次。でこれは彼の部屋に貼ってあったポスター、相撲のポスターです。なんか相撲が好きやねんって。それで部屋に貼ってあったお相撲さんのポスター。で次これは僕は猫が好きやから。 猫のね、イラストが書いたワインをね、買ってきてくれたわけ。そう。あ、やべ、ちょっと顔映ってないここの左に。やば、ちょっと消すわ。<laughs> 今さ、今ちょっと、やべ、顔映ってたわ。消しました。はい。で、これは朝食です。<laughs> カオスじゃないまあ、スクランブルエッグとただのトーストと、あとジャムとバター、ピーナッツバターやねんけど、あの、なんでこんなさ、あの、 スピーカーの間なんていうかさ <laughs>、なんかテーブルとかなかったんっていうね、彼の家で朝食をいただいた時のやつですね。はい、あ。まあ、学生なんでね、まあ、こんなもんだよねっていう感じ。あ、これもう出したな。で、次これ。これは、彼がね、そ日本語の勉強を大学でしてるじゃないですか。それであのテストとかよく送ってくれるんですけど、すいません。なんか それでテストのそういう彼が書いた漢字なんですけどね上手じゃないなんかさ僕日本語の漢字でさこんな上手に書きなんかね頭は良かって筋肉ばかりだったけど頭がよくってうーんだからこういうねなんか漢字とかひらがなとかもね上手やったあこれは あの私がその彼と出会った時に出会い系アプリで出会ってるんですけど使ってた写真ですねあのこれに釣られて彼は来ました <laughs> なんかさ今とあんま変わらへんみたいなメガネしてないなんか <laughs> っていうあの関ジャンケンジャーなんか韓国の遊びに行った時の写真これに彼が釣られてメッセージが来てでその日にクラブに一緒に行って友達とかと一緒にっていうストーリー彼との馴れそめですね これ,これはその友達らと飲んでる時にスナップチャットであスナップチャットかな,なんかその彼,彼を撮って僕が手書きであのイラストを描いたというね謎の別におもんない写真ですね時代が今と違ったから難しいよねそうねだって2014年よこの時10年前のジャパンよ まだまだ LGBTQ には風当たりは強かったし、まあ、おネータレントみたいな人は世の中出てたと思うねんけど周りにカミングアウトするみたいなん時代ではなかったかなやっぱりまだまだ <laughs> なんかめちゃめちゃ悲しくなるかなと思ったけどそうでもなかった <laughs> ただただ発情しただけかも <laughs> お深いししたいななんか なん,なんか僕の動画を見てくれてる人がどんなそうなのかっていうのがすごく不思議でうん単純にこんな自分を少しでもいいと思ってる人たちが世の中に存在してんのやったら飲みたいねそういう人と一緒に別にそあがめられたいとか信者を集めてとかそんなんじゃないで全然そんなんじゃなくてちょっと似た感性ってことやこんな自分と。 見てくださってる方々ってかそういう人たちと一緒に話してみた飲んでみためっちゃ楽しそうやと思うねそれうんやりたいオフ会東京でやろうかな一人ぐらいは来てくれるかな <laughs> でかかだからはもうさ500人達成したレベルで何を言ってんねんって話だね世の中の人ってさ 大体いい1000人ぐらい登録者数が突破したら初ライブしますとかやねん多分ね <laughs> でも <laughs> 僕さよっぽどライブやってるやん今まで何回もででもみんなさ来てくれるんやんかでコメントもしてくれるわけだから勝手にね僕なんか1桁多い感じがしてんねん自分は今500人やけどもう5000人ぐらい登録者数がいる感じぐらい心強いし そんな勘違いが起きてくんねん脳内でバグでだからすごいギャップその時にあまた500人やったんやと思うね自分がやってるアクションがもう全然そのレベル500人の人じゃないと思うねだってそれこそさこの間言ったけどあの500人以下でもさ視聴者さんと出会ったりとかさ偶然ねあったりとかなんかそのあったかい人たちっていうか僕がサポートしてくれるコメントくださったりとかライブを見てくださる人が こんなに登録者数が少ないのに、でも分厚くいるわけよ、日頃からね。なんかマウントみたいに聞こえたらちょっと申し訳ないけど、でもまあマウントでもいいわ。ある意味、僕はでもそれが一つ自慢やと思ってんだけど、そういう集客力っていうか、なんかそういう人たちが見てくださってるってすごい特殊やと思うね多分僕、YouTube の中でめっちゃ特殊なタイプやと思う。<laughs> 500人で何やってんねんって感じだよね <laughs>。たった500人やんって多分見てる人にはいると思うねん。都内で個展。あするする、個展しますよ、都内で。全然しますよ。今ね、ちょっとまとまってきたよ、構成、構想が。なんで、あとアウトプットだけ、どういうものにしようかなって思ってる段階なんで。 言っても分からんちょっと今年中にやるか分からへん <laughs> 言うてそれオフ会とかした方が早いかも <laughs> 個展やるっていうかさ今までのや作ってきた作品がちょっと残ってるんでなんかそれを展示しようと思ってるんですよ次個展する時にねだからうんでもしようとは思ってますよ全然でもなんかどオフ会の方が手っ取り早いよね なんかでも、気が合う人がさ、少ないってすごい嬉しいかも。オフ会楽しそうですね。せやねん。めっちゃ楽しそうじゃないオフ会。やりたいかもー。オフ会、結構ガチね、これ。<laughs> なんかさ、僕そんな無名でさ、500人も行ってないくせにさ、あ、500人行ったけどね。500人行ったんですけど、その、 多分、オフ会とかさ、やるレベルってさ、何千人の登録者数とかさ、何万人の登録者の YouTuber がやることやと思うね、オフ会って。でももう、なんか今までの自分の特殊な前例が当てはまらない動き方を見てるから、全然、ね、やってもいい気がすんだよね、こんだけの登録者数でもね。そりゃさ、なんか大きい組織とか,おっか、大きい金が絡んでさ、あの、やらんとあかんのやったらさ、そりゃ、 もっとビジネス的にあのもっと登録者数が増えてからのオフ会なんやと思うねんけど別に僕なんてさフリー完全に個人やんかで会社も絡んでないやんだからさ別にオフ会やって一人しか来ませんでしたでも全然いいねんもう全然その人と二人でずっと喋っとくし <laughs> そうやねなんか別にそんな規模感とかさ全然縛りもないコンテンツとしては話まず僕ほらドラッグクイーンとかじゃないからさ歌とか歌ったりさパフォーマンスできひんねんけど だから、その、一生話ダラダラして酒飲んだり、でカラオケちょっとしたりとか、<laughs> オレンジレンジ歌っちゃうみたいな。シャーハ,ハーニーと、みたいな。<laughs> いらんか別に <laughs>。なんかでも、スナックみたいなのやりたいかも。ちょっと夢かも。僕さ、店子としては多分めっちゃ能力低いからさ、お酒も大して飲まへんからさ。で、あんまりさ、お世辞とか言えんタイプやからさ、正直やから。店子とか無理やな、ね、い。でも、 疑似みす、なんかちょっとそういう願望はあんねんなお酒飲みながらゆるーくねソフトドリンクとかでも飲みながらなんかいろんな人と喋るみたいなバーカフェバーわからんけどなんかそういうのしたい気軽にさみんな来てくれてくだらない話して、うん、ねなんかそういうゲイバーではないけどなんかそういうのしたい そ <laughs> スナックデザインだけ。<laughs> なんかさ、キャッチーさに欠けるよね <laughs>。スナックにすんねやったら、名前何にしようかな。デザインだけ。まあ僕はもうデザイン、自分の価値はデザインしかないと思ってるから、そこの名前にしてんねんけど、い自分で一番今まで秋っぽい自分が36年間続けてこられたのデザインだけやから、だからデザインだけって名前にしてんねんけど、せやな、スナックにすんねやったら、 何にしようかな,なんかもうちょっと可愛い名前がいいかもみかんとか分からんかスナックデコポンとかみかんとか <laughs> 分からへんけど <laughs> なんかもうちょっとキャッチーな名前にしようかなそれこそさいろんなセクシャリティの部屋とかさやっぱ集まってくるっていうか割と僕の周りってそういう人が多いからゲイ関わらずまあノンバイナリーとかアセクシャルアクセクシャルえアセクシャルとか まあ、あのモノポリアンの複数性愛者みたいな人はおらんねんけどな,あなんかいや僕言ったっけ昔さとある NHK の番組に出たことあるんですよね <laughs> 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 あのその時にね春菜愛さんとか押し切り萌えさんと会ったことあるんですよ押し切り萌えちゃんさめっちゃ遅かったで実物やばかったで めっちゃ細かった。拒食しようかなって疑うぐらい細かってさ、大丈夫ですかって言いたくなったよね。んで、まあ控室に挨拶に来てくれただけやねんけど、いや、春菜愛さんもめっちゃいい人やったね。めっちゃ腰低かったね。逆に、あこの人ってオフモードとかないんやってちょっと思ったね。いつでもオンモードなんやとは思ったよ。いつでも気抜かへんっていうかね。うん みんなほら芸能人なんてさ裏なんか分からへんやん何してるかとかさ、うん、<laughs> とか言って <laughs> でもいい人たちやったよいやほんときに出た番組がまあそういうちょっとまあなんていうかな障害者向けというか番組やってんけど別に僕そのなんかメイン MC とか出てるわけじゃないよ全然そんなレベルじゃないねんけどほんまにただの下っ端みたいな感じで一エキストラみたいな感じやってんけどうん うん、この時ひどかったでプロデューサーがやっぱテレビ業界で腐ってんなって思ったわなんかアシスタントディレクターかなんかの子はほんまに間使いみたいな感じで腰低かったんやけどプロデューサーがクソやったねマジで、うん、だからテレビ嫌いやねんって思った、うん、むちゃくちゃばっかり言ってくるしなんかテレビ業界の人って自分たちが一番やと思ってるんやんか多分ねほとんどの人が俺もそうやね NHK とかさ テレビ局って割とそのさエリートエリートっていうかさまあまあそのいいとこにから来てる人が多いからさプライド高いねん多分うんだか二度と変わりたくないなとは思ったけど <laughs> でも押切萌ちゃんと春菜愛ちゃんはすごい可愛かったえー、オフ会やるいやオフ会やるって言ったらみんな来てくれるそうやったらやるだよ全然どういう方式なんかそのギャラリーとか個展とかやるとかやったら全然やり方分かんないけどオフ会ってどうやってやるんだろう <laughs> なんか会場貸し切ってやるのかなレストランとかカフェとかそれやったらゲストとかいるよねさすがにねゲイのゲスト友達に来てもらう <laughs> 僕一人じゃあかんよね多分ね間が持たへんよね多分ね でも顔出ししてくれる友達があんまり女子は結構みんな顔出しして OK って言ってくれねんけどゲイとか男のノンけい友達ってやっぱり顔出し NG の子が多いからうん一緒にゲイのことやれたら絶対楽しいねんけどなんこ,のこの間言ったさ港区に住んでるゲイの子ね絶対おもろいねんけど一緒にやったらうんでも顔出し NG やからお面とか被ってもらって参加しようかな参加してもらおうかな だいぶね、その子僕よりあのマダムゲイって感じで、はんなりゲイやねん。京都人、もともと京都人の子やから、はんなりゲイやねんけど、すごいで、でもその子。あんま言えへんねんけど、皆さんが多分、多分100人中100人知ってる日本のとあるお店の社長、お店っていうか、まあそういう、 うん、社長と付き合ってた子なんです <laughs> まあでもその社長社長はあれやで既婚者ではないねだから一応別に不倫とかではないけどゲイってことは公表してなくて全然ねとあるめちゃくちゃもうみんなが名前知ってるみたいな会社の社長と付き合ってたのこんばんは初リアルえリアタイ嬉しいあはじめましてじゃないヤッホー <laughs> <laughs> ちょっと酔っ払ってんねん。ありがとうございます。あの皆さんのおかげで登録者数500人行くことができて浮かれておりシャンパンじゃないシャンパンじゃないそんないいもんじゃなかったスパークリングワイン開けております。嬉しいですこちらこそありがとうございます。ほんまに嬉しい。ほんまにさ友達少ないタイプやからさ YouTube やってさこんだけなんかこう指示してくれてる方がいるっていうのがめっちゃ嬉しいね。 結構孤独人間やからささっき言ったみたいに僕昔からさなんかこう自分がどうやって消えるかみたいなことを考えてるタイプだから暗い,暗いあい死ぬっていうか消えたいなみたいなのずっと思ってる子やったわけちっちゃい時からどうやったら消えれるかなみたいな <laughs> そういうちょっと精神がやばい子やったから今はそんなことないねんけどで今ではもうあれよ別にいつでも 後悔しないように生きようっていうプラスの方向に動いてないけど <laughs> だからさこんな人間でもこうやってライブ見てくれて嬉しい。はじめまして、いつも見てますえありがとううれしいありがとうございます。見てくださってるんですね。いやほんまにさ見てくれてんだよこんな人間の大してイケメンでもないしね <laughs> <laughs> ありがたいよねほんまに <laughs> ほんまにありがたいわなんか一発芸とかした方がいいんかな <laughs> しかもさ最近メインチャンネルなんてさ僕1個も動画出してないねんでライブしかしてないねんでそれで来てくれてんだよすごない止まらへんわチーズめっちゃ美味しいなんか今もチーズばっかり食べたら太りそうていうかさ 今、体重何キロやと思います僕。ゆっくりしていってくださいね。はじめ、はじめましての方、ぜひコメントもバンバンしていってくださって。こないださ、久しぶりに体重測ってんやん。やばいかなと思って。70、おにゃららららでした。<laughs> 言わへんのか、いって。もうさ、大台に乗りそう、マジで。やばいかも。 マジで太ってんねん。でもさ、めっちゃお腹すくんやん、最近。めっちゃ食べ、食欲旺盛すぎて、常になんか食べてんねんやんか。やばない。<laughs> ああ、もうあかん、ほんまにダイエットしよう。いや、でも腹筋とか頑張ってんねんね。一応ちょいちょい筋トレしてんねんけど、なかなか減らへんね、体重って。うん、なんか走ろうかな。 <laughs> でもせんともうでも熱いからしかも今日はねレモン堂のこのさレモン濃いめってやつを売ってたからこれも飲みたいんですけどとりあえずシャンパンシャンパン <laughs> また間違えたなんていうのこれスパークリングワインを開けないとダメなんであでももう終わるかももうこれ最後かもあなくなる,なる嬉しいです なんかさ思うねんけどさやっぱさゲイって孤独やん <laughs> 人によると思うけどなんかゲイってき孤独な人が多いんですだから孤独死する人もやっぱり多いんですよねうんそういう話もたまに聞くんやんかやっぱり人生をいつまあちょっとやっぱりエンドにしたいジエンドにしたい方ってまあまあちょいちょいいると思うんですよ、まあ、家族もできひんしねうんだからその中で僕はやっぱり YouTube でめちゃめちゃ <laughs> そのこういう あの皆さんとつながれたりあのリアルでは友達はめちゃめちゃ少ないけどなんかこういうまあ反バーチャルみたいな感じで YouTube でなんかこうやって友達みたいな人たちができるのすっごいやっててよかったなって YouTube 冥利につきますわほんまにあの50人突破したんでちょっとそういうありがちなことも言わせてくださいほんまにそう思ってるんでこれねほんまにモザイクなしで見せたいめっちゃ めっちゃかっこいいねん顔彼のね目の色はねグリーンブルーみたいな感じでブルーとグリーンの間みたいな目の瞳の色してんねやんかそれがすごい小宇宙みたいよね近くで見ると <laughs> コスモスみたいなコスモみたいな感じやねんうんすんごい綺麗な目の色してた吸い込まれそうみたいな <laughs> それは嘘そやけど <laughs> いや本当はさここに準備してない写真でいっぱいあんねんで実は。 めちゃめちゃエッチな写真とかあ。そのハメ撮りはしてないって言ったっけしてないんだけど。でもさ、外国人と付き合う人ってさ、ハメ撮りする人いるよね。結構多めに。あれ、なんかよくわからへん。神経が。もし彼氏にはめ撮りしようって言われても絶対やらへんわ。いや、一回ぐらいはやるかも。一 <laughs> 回や、いや、でもさ、僕、リベンジポルノが怖いね。何に利用されるかがわからへんから、 うーんちょっとやっぱやらんかな。でもさ、ゲイのアグレッシブな、ほら、とあるね、ネットフリックスの、とあるさ、番組で言ってる人ってハメ撮りしてんだよね。とか、そもそも V 出てるっていうよね。でもこないださ、あったって言ったやん、ゲイの友達だと、二丁目行った、ゲイの友達だと言ってたんけど、みんなやっぱり否定派やったで、ボーイフレンドについては。うん、やっぱし、なんなん、あのドラマみたいな感じだったで。 て、まあ、かさ思ってんけど人間ってさ好きなものより嫌いなものが合う方がぐっと仲良くなれるよね言ってる意味わかりますあの初めましてってしてで「あこんなん好きです」とかって話より「こんなん苦手やねん」とかさ「こんなん嫌いやねん」っていう方がぐっと距離が縮まると思うねん多分営業の人とかそれ使ってる話術やと思うねんけど うんなんか嫌いなものが似てる人の方が仲良くなれると思う人って。うん。って改めて思った。ちょっと待って、ちょっとトイレ行ってきていいちょっと一瞬さ、トイレ行ってくるわ。ちょっと、ごめんね。ちょっと待っといて。<laughs> お待たせしました。やば。<laughs> もうさ、下に履いてないの もう、なんかどうでもよくなってきたなんかさ外国の人ってさトイレ長くない <laughs> 今思い出したけど <laughs> なんかさ前の会社の同僚の外国人とかもそうやってんけどさずーっとしてないなんか膀胱がめっちゃでかいんかなって思ってさその時もでさヨーロッパってほとんどトイレがないからさ日本みたいに外国ってトイレがないじゃないですかだから なんかそれに慣れてるからか、膀胱が多分でかいんですよ。だからずっと女王みたいな感じでさ。3分間ぐらいずーっと出しっぱみたいだよね <laughs>。なんか感じだよね。外国人の子って。 そういえばさその元元同僚の女の子でアイルランドかどっかの子がいるんですけどその子がね来月日本に来るんだって遊びにで僕は英語をちょっと習ってた同僚の子やねんけど女の子やねんけどえアイスランドやったかなどっか出所その子やねんけど来んねんてだから東京に来てって言ってんねんめっちゃ楽しみ会えたらめっちゃ嬉しいよねやっぱ今円安やからさもう全然安いやんな日本来てよ来てよって言ってんねんけど やばいめっちゃ楽しくなってきちゃった <laughs> 昨日は何かあったと思う無印で無印でさてかさ2コタマがってかに二タ玉ってさなんか何でもあんねん スティーブ・アランとかいっぱい二子玉川ライズっていう商業施設があってそこにめっちゃいろいろスタンダードプロダクツとかね百均が運営してるちょっとオシャレみたいなとことかいろいろ入ってんねんけどさらにちょっと行くと高島屋 SC みたいな感じでさらにいろいろ入ってるんですよでそこにロフトとか無印が入っててであの無印でさ僕今抱き枕が欲しくってなんかさ僕抱き枕派なんですよ ななんんかあのしがみついてネタイ派なんですよねでそれが今ずっとないからで無印に可愛いちょうどいい抱きまくれが売ってて5000円ぐらいでねでめっちゃもちもちのやつでそれを買おうと思って本でほんで,でもはあのー、新品がいいやんやっぱりさ商品がバーっておもむろにさ全部こう丸出しで置かれてるとさ誰かが触ってるわけやんか,だからそんな買いたくないやん。 と思って店員さんにこの抱き枕の新品ないんですかって聞いてほんならめっちゃ長時間さ探してくれてんけどあやっぱりあの箱入りの新品とかないみたいですって言われてであそっかと思ってじゃあネットで買ったら、ね、なんかこう新品が届くから誰も触ってないんかなと思ってあじゃあもういいですって言ってその場では買わんかったやんかでほらまたさ ゲリラゴーとかがあってさ雨やから雨降るからさその時にもし買っちゃったらさ店頭で買ったらさ帰り雨に打たれるかもしれへんやんと思って買わんかったんけどで結局その後ネットでポチってんやんかでさ思ってんけどさその原品展示品につきセールとかあるやんあの展示品に使われてたから安くしますみたいなやつあるやんかでもさそういうクッションとか抱き枕もさいわゆる全部展示品やん。 <laughs> だからさ全部安くならへんのって思っちゃってあそんなクレーマーみたいな一切言わへんで言わへんけど何て言うかないろんな不特定多数の人が触れるものが展示品とされてるんであれば全部安くなるはずじゃないって思ってん <laughs> ちょっと言ってること意味わかるかななんかその箱に入ってないもろ商品で絶て 棚に陳列されてるやつって全部展示品やん。だから全部安くなるはずじゃない、うん、って思わへん。えこれ間違ってんの僕の理論が間違ってんのかな。友達に言ったらなんかすごいハテなみたいな感じになってんけどだからプロパーで売ってるのがおかしくないって思ってん。<laughs> でさあその時にさ。 あのー、ニコ玉ってすごいファミリータウンやねん多分ほんまに家族連れがめっちゃ多くってイケパパとかめっちゃいんねんやのんりロいエロいお父さんいっぱいいんねんうんでもちょっと住みたくないかもめちゃめちゃ充実してるけどどこ行っても子供ちゃんっていうかさ子供連れの方が多いからちょっとうるさいかも <laughs> うん、もう昼ご飯食べててもそうやったしお茶しててもそうやったもん隣完全に子供連ればっかりやったもんうんだからリビングアローン独身者が住む場所じゃないかなとは思った便利はいいけどファミリータウンかなと思ったでもやっぱメイコちゃんとかいるからあ大変やろうなご飯食べるのとか思うねん子連れでギャギャないってさうん <ス>やばまだ9時10時前やってわわわかっちゃうわ明る今日は1時間早めに始めたからなんかちょっとお得感があるなやばい次ちょっとレモンドア飲んで飽きてきたスパークリングワインレモン2倍やって てかさ、僕、あれもちょっとしてみたいね。彼氏募集オーディションみたいな <laughs>。ちょっと野望。でも、多分、銭湯も。うん。でもさ、YouTube、どんな人が見てくれてるんやろうとは思ってて、もし、こんな僕と付き合ってもいいって人がいたら <laughs>、みたいな <laughs>。ちょっと、もし <laughs>、そういうのありな人がいたら、いつでも募集。あの、今、フリーなんで、こんなんでよければ、あの、いつでも募集しております。はい。 分からんほんまにさ出会い系アプリが空っきしすぎてなんでモテへんねんやろう <laughs> なぜこんなにモテないんでしょうか私は出会い系アプリでなんかプロフィールの書き方が下手くそなんかなあれなんかやっぱまだ歪んでるわんこれでも可愛いよね2 0 0 0円か3000円ぐらいのやつてかさこの間僕さ紅しょうがっていう お笑い芸人好きっていう話をしてたじゃないですか。でさ、あの熊本プロレスプロレスさんっていうボケ担当の女の子がいんねんけど、この人さワードセンスがめちゃめちゃ一品やねん絶品やねんいや。この間超笑ったワードがあったんでちょっと言っていいですか。何の動画やったかな。 なんかのコン,コントっていうかなんかの動画の最後にねその熊本プロレスさんが言ったやつラブまして好きでとう <laughs> めちゃめちゃ面白くない明けましておめでとうやね明けましておめでとうをラブまして好きでとうって言って <laughs> めっちゃ面白くないなんかそのなんか多分ちょっとその なんかそういうコントっていうか多分好きやでっていう体のなんかそういうボケやったと思うんやけどラブマしで好きでとうってさなかなかそんな言葉出てこんくない僕さやっぱりそのなんやろ熊本プロテレスさんのそういう語彙力がすごい好きやねん。めちゃめちゃ語彙力が面白くってちょいちょいね面白いこと言ってんだよねラブマしで好きでとうやで どうやったらそういう発想に行き着くんやろうと思って紅生姜の熊本プロレスさん私も大好きですあマジで一生一生もう僕も大好きやねもうさだから一回ちょっとライブかなんかイベントあったらいにき会いに行きたいぐらい好きやね今うんめっちゃ好きうんめっちゃ好きワードセンスとか ちょいちょいね、キラーワードをポンって置いていくねん、彼女。だからめちゃめちゃ頭がいいっていうか、回転が速いっていうか、ちょっと不器用そうに見えんねんけど、一見ね。でも、めちゃめちゃ彼女はセンスあると思う、ワードセンスの。そのキャッチコピーとか、ライターとか僕やり取り仕事でするけど、やっぱりね、彼女のあの瞬発力お笑いって瞬発力やん、ね。彼女はすごいそのセンス感じる。めっちゃおもろい。 なんで僕もうちょっと愛せんかったんやろう付き合ってる時にうんまあバカやな熊本プロセレスさん好きやわーなんか初代に住んでるってでもこの間 YouTube で言ってたで <laughs> 住んでるとこバラしてたけど <laughs> なんかでもニューハーフのバーかなんかで働いてたっぽいみたいなことを言ってた気がするうん 僕さ、それで思い出ないけどさ、この間さ、その、二丁目行った時にさ、あの、初めてまあ二丁目には行ったんですけど、まあゲイバーは初めてじゃないけど、二丁目のバーに行って、あ、はじめまして、みたいなお邪魔しますとか言って、あ、のんけなんですとか言っててんやん、友達がね。で、そしたら <laughs>、ママが勘違いしてさ、え、のんけさんったらのんけの料金飛んでって、普通にガチで怒られた。<laughs> なわけないやん、とか言って。 僕が「あ全然ゲイですゲイです」とか言ってんけどさ「<laughs> <laughs> のんけ料金とかあんの?」と思って <laughs> でも多分二丁目の二丁目っていう、まあ、そういうニューハーフさんのバーとか行ったらゲイはちょっと割高かもね分からへんけど観光はとかってゲイ割高じゃない分からんけどん女子が割高なんかなあんまちょっと料金設定分からねえけど 腕が回せないほどのたくましい胴体とのり塩ポテチが目に毒え目に毒目に毒だわって <laughs> どういうことそうね確かにねたくましい胴体だよねなんかさ多分僕さ胴体がくびれがない人好きやねんあのー、なんていうの寸胴な人が好きやねん 寸胴な人めっっちゃエッチやとと思ってて彼とかそうやんすっごいよね。てかさ、え付き合ってましたよね <laughs> え付き合ってましたよね自分って感じやねんけど。<laughs> 他人を見るようやねんけど。このだこの体に抱かれてましたよねって感じやねんけどさ <laughs>。抱かれてましたよねっていうかさ。でもさ、これさ、ぶっちゃけるとさ。 あちょっとファン減るかもこの発言によってうんちょっとアテンションワーニングやねんけど僕さ結構リバーっていうかどっちでもいいねんタチでも猫でもどっちでもいい方やない初めて言うけどこんなことまあ今のポジションの話もさないけど別に僕とどっちでもいいねんだからやっぱり猫として求められることが多いねんだからまあそういう感じやねんけど でも基本的にやっぱり好きじゃないねんそういうがっつりなやつがうん <laughs> めんどくさいし <laughs> でなんか飽きんだよね途中で冷静になっちゃうというか相手が頑張って腰振ってるのとか見ると冷めちゃうっていうかふーんとか思っちゃうねん <laughs> ほんまにこれディープな話やでこれ多分アーカイブに残せへんかもしれへんねんけどこんな発言したらもうやめようかこの話 <laughs> ちょっと酔いすぎて、ちょっとやばいこと言ってると思うねけど。いやー、結構、彼の、このね、彼に対しても、ちょっと、やっぱり積極的にそこまでなれへんかったわけよ。別に物自体はそんなめっちゃでかいわけじゃないねん、彼。普通っていうか、まあ感じられんやけど。なんでもうちょっとさ、 ガバガバにならへんんんかってんってていう後悔もあんだよね別にさその高飛車売りっていうかさその別に高飛売りしてたわけじゃないねんけどあんまりやっぱりその行為自体が好きじゃないねんうん疲れるし <laughs> わかるかな疲れへん <laughs> だからめっちゃ誘われてもちょっとそういう気分じゃないかなみたいな感じで何回も断っててんやんか。 だからそりゃさ、うん、僕と真逆のさやるやんそりゃこんなんの後やったらさもっとやりたいやろうからね彼はねだから自分が悪いっていうのは分かってんねんけど、ね、悪くもないと思う別にそれは、うん、別に自分に非はないと思うほんまにやりたくないんやからそれが正直やん、うん、無理にさ男のやりたいタイミングに合わせる必要もないやんたまにはさ合わせてあげる努力も必要やけど んな毎回毎回さ男のやりたいタイミングでいつもエッチするないてさなんでそんなことせんとあかんねんって感じじゃんねえっフフフフちょっとフェミニストの面がいい面が出てしまう <laughs> ていうかさ世の中の男ってさ何であんなにさ自分がジャッジする側やと思ってんのなんかさ僕「地面師」っていうネットフリックスのドラマ見ても思ってんけどさ めちゃめちゃ小汚いさ、おっさんがさ、女の子を寝踏みするやん。いや、お前なんかにそもそもジャッジされる権利ないからって思うなよ、いっつも。なに、なんでな、あれって。すごい不思議じゃない。男ってさ、すぐ女に点数つけたかったりさ、俺はやれる、やれへんとか言うやん。あれなんなん昔からめちゃくちゃ僕疑問やってんやん。のんきょめちゃめちゃブスのくせにさ、 お前ちょっと俺は行けへんわとかさ、俺は抱けへんわとか、俺は立たへんわとか言うやん。え、お前何様なんて思わへん。女からしてもお前なんか一生無理やわと思うねん。なんかすごいジャッジしたはるよね。上から目線で。すっごい嫌い。<laughs> だから僕その地面師でさ、そういうシーンがちょっとあってさ、すげえイライラしたもん。見てて。ちょっと嫌になった。みんな嫌になったもん。キモいさ、腹出たおっさんがさ、金稼いでるかなんか知らへんけど、女をジャッジできる立場やと思うなよって思うねん。 <laughs> でもちょっとフェミニストの面が強く出ちゃいました酔っ払ってるんですいません <laughs> 反省しますでも世の男ってそういう人多ないパーって歩いてる女子見てさ「お前行ける?」とかさ「あ俺行けへんわ」とかすぐ言うやんいやこっちからしてもお前なんか一生行けへんわみたいなさ感じせえへん女子目線で言ってるけどほんまきっしょいわ男 <laughs> <laughs> てかさ女はものとして見すぎやねん世の男ってすっごい思うそれ女子じゃないけどね女じゃないけどね別にでももううんざりしてんねんあの男の謎の上から目線おじいたちのお前なんか金稼ぐしか能力ないやろみたいなさいやまあそれも大事な能力やで、ね、大事な能力やねんけど 金しか稼げる能力ないくせに何偉そうにしてんねんと思っちゃうのよ。と同時に僕この間ねなんかの動画を夏目友人帳か分からへんけどなんかを見てて思ってんけど大人になるってなんて無意味なやろとも思ってすごい哲学的なことやけど自分は果たして大人になって何をこう得たんだろうっていうかサバイバー能力しか身についてないんじゃないかって思ったことがあって 金を稼ぐとか、処世術とかね、大事なものは全部捨てて、幼い頃のね、大人って本当につまらない生き物やなって思った瞬間があって、うん。でも仕方ないね。みんなそうやって大人になっていくから。やっぱり生きていくため、家族を養うためとかに、で、大人になっていくやん。だから仕方ないんやけど、ほんまに何のためにお人間って大人になるんやろってちょっと思った。 <laughs> しょうもない金稼ぎのさ能力ばっかり身につけてさいや大事やでしょうもないっつったって生きていくためには大事やねんけどお金稼いだ先って何があんのだって死んだら何も持っていけへんねんで1円もねえ <laughs> とかちょっと思っちゃったよね <laughs> なんかその何かに触発されて。 ですごいなんかあのエモーショナルになりまくってなんか沸点がバーッと上がってさちょっとすごい先週ぐらいかな,なんかそういう時があったあアプリで今なんかメッセージ来ましたこの,どこのライブ見てくれてんのかな <laughs> そんなわけないかあいいねが来ましたお断りします <laughs> いいねをいただいたんですけどちょっとお断りしようかなと思います エジプトの方からまた返信が来てました。結構お酒飲むんですかって。お酒飲まんねんけどね、普段は、全然、うん。でもさ、今めっちゃさ、懸念してることがあんねんけどさ、言っていいこれ誰にも言わんといて、これさ誰にも言わんといてほしいねんけど、友達の一線超えちゃう超えません。超えませんけど、 やっぱ僕って結局さ男と女に友情はあるんか論争と一緒よ結局結局僕さ多分友達できひん気がするゲイであんまり疲かれちゃうもん <laughs> キモいこと言ってるけどなんか結局色恋で見られちゃうっていうかで僕も別にいけへんくはないねその子のこと でもさ、これやっぱ、ノン系の世界の人たちって、こういうやりとりとか、そういう、なんていうんやろう、計算みたいなのをずっとしてんのかなと思って、めっちゃしんどいなと思った。うん。多分僕的に男と女の恋愛、友情って成立するとは思ってる早年やん,やん。正直、タイプじゃなかったら友達路線で行くやん。 そ,そんな感じで男と女はもう別に友情って成立すると思ってんねんうんでもちょっとでもいけると思ったらまあ多分破綻するけどねうんおばあのダブルピースかわいいねそうやね <laughs> おばあさんでか知らんけどダブルピースやねん <laughs> ウケへんめっちゃそれで思い出たけどさうちの母親いるじゃないですか <laughs> うちの母親さ 毎回さ、写真撮るときにね、ピースこうすんねん。なんていうのなんか、裏ピースみたいな <laughs>。あれさ、もう流行ってなくない <laughs> ちょっとさ、すごい恥ずかしいんやけど、あれやめてほしくって。あ、こうやったっけ一時期流行ってたのなんか、いつもさ、家族とかで写真で撮ってさ、こうやって写真撮んねん。なんか、ピース。 あ、平成のギャルピースなんこれでさやめてって感じやおばちゃんちょっと恥ずかしいからやめてって感じやんでもさ今その過去の写真とかずっと見漁っててさ全部こうやねんおかしないえちょっと天然入ってると思ってさうちの家系にギャルとかおらへんしほんでこうかな え、こうあでもこうやってしてるわずっとこうやってしてるかわいいかわいいかな <laughs> 平成のギャラピースなんかさちょっとみっともないからやめてって感じやねんけどでこの間さ実家帰ってたやんかだからさ言ってんやんえそれなんでこうなみたいなもうそれちょっと一昔前ちゃうみたいな言ってんけどさなんかかたくなにこうやねんなんか知らんけど <laughs> はずいわほんまやめてよ それさ他の人の,あの職場の飲み会とかあるからさお母さんもさそういう時にやったらあかんでって言ってんねんけどちょっとダサいからもうそれ昔やからって逆に今こうやでってもうこっちの方が無難やでって言ってんねんけどこうやってすんねん <laughs> 周りにゲイとかもいずにほんまにちゃんと普通になんか生きてきた人って感じやもんすごいなんか まあ真面目っていうのあるよ。もっとも教師なんで、うちの両親。で、お父さんなんか校長先生だったしね。めちゃめちゃ真面目やねんけど、根が真面目やねんけど、ほんまに世間知らずすぎて、なんかもう僕と真逆やねん、マジで。同じクラスにいたら絶対仲良くならんタイプやねん。だから、優等生みたいな感じで。だからほんまに可愛いなって思う、そういう意味で。ちょっと見下してるかもしれんねんけど。なんていうんやろう。 日本なんてさ4人に1人はゲイっていう割合なわけよ確かね間違ってたらもう来ちゃけどだからあんたの友達4人に1人はゲイやねんって思うねんであんたの息子ゲイやねんって思うねんいつも <laughs> でもいまだに昨日か一昨日も電話してんけど結婚してって言うねん俺に私に <laughs> もうさなんていうの 信じたくないのかもしれへんけど、僕さ、ちっちゃい時っていうか、まあ,、まあ、あまあ、ちっちゃい時じゃない、中学生か高校生ぐらいの時にさ、自作の漫画を描いててんやんか。<laughs> 恥ずかしながら、あの、すごい男性の裸体とか、めちゃめちゃ書いてたんですよ。で、それをバレて、親に。その漫画とか、そのイラスト、エッチなイラストを、親にバレて、 でこの、なんかすごい変な絵があんねんけど、あんた知ってるって言われたことがあって、ちょっと前にね。で、僕は焦って、え、それ多分姉ちゃんが描いたやつって嘘ついてさ、<laughs> ちょっと罪を姉ちゃんになすりつけてやんか。<laughs> 完全に私です。あの、私があの主犯者なんですけど、男同士のエッチな漫画を描いてたのは私なんですけど、<laughs> 筋肉隆々の男性の絵を描いてたのは私なんですけれども、ちょっとそれはさすがに姉ちゃんに罪をなすりつけて、え、知らんけどみたいな。え、そんなん俺知らんけどみたいな感じでごまかして。でもさ、もうわかるやん、いい加減とか言って。そう、あ、もらい事故 <laughs>。そうだね。完全にさ、姉ちゃんもらい事故でさ、でも、ま、ええやろ、別に言たいな。 でさ姉ちゃん別に絵とか全然描かへん人だからさ姉ちゃんも先生やね教師やね、うん、あの特別学級の先生やね障害者向けのね障害者、うん、の,の先生やってんねんけどだから全く絵とか芸術系とかじゃ全然ないねんやだから絵なんて描く人じゃないねんけど姉に全部なすりつけてそんなだってエッチな裸の男の絵なんて描いとえー、そんなん描かへんけどみたいな感じでさ。 でさでもさいい加減さでも分かるやんって感じやん息子がゲイなことぐらいでさ僕こないださそのゲイともと言っててんけどさもうみんなさセーラームーンごっこしてたやんちっちゃい時にもうゲイって分かれよって思うねん <laughs> ちっちゃい時にセーラームーン5個、まあ、僕はセーラーサタンセーラーサタンかホタルちゃん、うん、やっぱホタルちゃんが一番好きやったからちょっとあの中二病こじらしみたいな感じであ,あとまあプルセーラープルートとか好きやってんけどそんなんばっかやってたんやからさ親もさ分かるやんって思うねんけどでも多分ね僕ね戦隊ものも好きやってんでゾイドとかゾイドって分かるかなメカニックな動物のアニメがあってんけどそのゾイドも好きやったし あのボンバーマンのメダルなんかボンバーマンみたいなやつも好きやったしあのでデジタルモンスターデジモンも好きやったし結構男の子がハマるものも全部好きやったん仮面ライダーも好きやったし、まあ、だから多分セーラームーンごっこをしてたとしてもなんかこうそれだけでは多分測りきれない謎の多分 人種だったと思う、ね、親から見てても、うん、で僕はさシャボンスプレーとかしててもさなんかその硬いのシャボンスプレーしてる割にゾイドも好きやしみたいな <laughs> だからさその仮面ライダーも好きやからさだから,だから難しいよねジャッジ親からしたらさこいつどっちなんて思うよね。<laughs> でもさこの間会ったゲイともみんなそれ言ってた親はなんであんなにかたくなに信じひんのってもう息子ゲイなの確定やのにさやっぱ信じたくないのかもねゲイってことをね <laughs> <laughs> 仲良しとちゃオとかってやんか僕は仲良しじゃなくてちゃオ派やったかな姉ちゃんが多分仲良し派やってんけどうんもうあの付録が欲しすぎてさちゃオとか仲良しについてるやつが でもコロコロコミックも読んでたよ。好きで普通に。うん。だから多分分かりかねるよね。親からしたらね。こいつどっちなんみたいなね。<laughs> でも別にさ、ピンクが好きとかそういう思考ではなかったかな。うん。いやでもさ、うちの本当に姉には感謝。いろんなことをリカバーしてくれたし、そういう僕のね。早めにも一番だ、まあ、家族で唯一の姉にしかハミングアウトしてないんですけど、 姉ちゃんはほんまにその人類愛がすごい人やったから。で、それこそあの自分自身レズに好かれてたからさ。実家によくレズのボーイッシュな男の子が来てたから、姉ちゃん目当てでね、来てたから。免疫はあってんけど、いち早くね。ほんとにいろんな愚痴をね。 全部受け止めてくれたし、2歳、2歳差なんですよ。だから僕が中学生1年の時には、姉ちゃんは中学3年生で、いつでも被ってたわけよ、学校が。うん。でもね、姉ちゃんのおかげで、うちの中学校ってすごい荒れてて、あの、ヤンキーがめっちゃ多かって、めちゃめちゃ歴代稀にミリぐらい荒れてたんですよ、僕の中学時代の学校って。あのね、 だから中3の,そのヤンキーたちが学校で花火したり校舎内をバイクでバーってね徘徊したりしてたんですよ。 で、そのクラスに、そのボスみたいなヤンキーがいたクラスにうちの姉ちゃんいたわけ。で、なぜかね、うちの姉ちゃんヤンキーにも好かれててんやん。だから、僕が一年、中学一年生でその中学校に入った時に、その、あ、お前誰々の弟か、みたいな感じで、ほんまに漫画みたいな世界よ。で、普通に、あの、中学三年生の校舎って、普通中1って入れへんねやんか、もう。 もう怖すぎて。でも、普通に僕は出入りできててんやん。の姉ちゃんの顔が効いてたから。お前はあいつの弟やからええわ、みたいな感じでさ。<laughs> ではうちの姉ちゃんなんてさ、めちゃめちゃふわふわ系やね。ほえー、みたいな感じやね。ほんまにカードキャプターさくらの,あの感じで、もう超八方美人やねん。みんなにいい顔するし、なんか、なんとかくんなんとかだよね、みたいな感じやね。なのに、めっちゃヤンキーに好かれててさ。<laughs> <laughs> なんか知らんけど <laughs>。だからヤンキーに顔が聞いててさ。で、実際ヤンキーのも付き合ってたみたいやしな、後から聞いたけど。サッカー部の金髪のイケメンと付き合ってたらしいしね。ああ見えて、みたいな。保守的に見えて、みたいな。いや、意外とやるやんと思ってんけど。で、僕は割と中1ながらに、中3に顔が聞いたから、全然そのクラスに行けてたりしてんけどさ。うんざくてもすごい覚えてなねんだけどさ。 地元のさ、中学が一番多分荒れてた時期やね僕がいた時って。で、宮崎県でね。で、とある突然ね、あの、学年集会みたいなのあるじゃないですか。生徒が体育館に集まってやるやつあるやん。その時にね、いきなり先生たちがね、一列にブワーって並んで、頭を下げたことがあったわけ。すいませんでしたって言って。 で中1の自分からしたらもう何事って思って何の謝罪って感じやってんやんもう訳が分からんかったことがあってそしたらそれはその中3のそのボスね姉ちゃんのクラスにいた大ボスみたいなヤンキーがなんかいろいろあって先生たちに全校生徒の前で謝れって言ったらしくってでそれで 急に謝ったんだってその集会の時に先生たちが一斉にねっていう事件がありましたすごいよねほ、うんまにヤンキーって怖い <laughs> 無理 <laughs> めっちゃさ怖い体育教師がいてんけどさその体育教師まで頭下げてた で、僕らは中1とか中2世代からしたらんなんであの人たち急に謝ってきたんって感じだったんやけど、その中3の先輩が、ヤンキーの先輩が謝れてなんか言ったらしい。なんか知らんけど。怖いよね、ヤンキーって。で、なんだろさ、僕の初恋の人ってさ、中学生の時にいるんですけど、その人、その子のさ、その子写真が残ってなかったんけどさ、 彼はさもうずーっと僕のことを見ててさこうやってもずーっと塾とかが一緒で違う中学校やってんけど塾が一緒ってなえ,え学校が一緒やったのかなえ高校が別やったのかななんか忘れてんけどいやすごいいつも塾一緒に行ったり行き来したりまあちょっとキス未遂事件とかあった子やねんけどのんきやけどね。で いつもね、自習室で二人っきりで勉強してる時とか私服の時やってさこうやってずーっと見てんのこっちの顔をその子がでもう何みたいな感じでさ言ってさ <laughs> 男どうしようでさもう完全に好きって人ってさ目線でわかるやん好意ってあのほんまに目線に全て現れると思っててその子がまさにそうやってさずーっと見てくんの穴が開くぐらいで でもちろんそのキス事件とかもあったし多分実際恋をしてたはずやねんけど多分彼の中で自分がその同性愛っていうかその男性同性に好かれてるってことが多分処理しきれへんくってまあ結局ねまあのんけど行くことにしたっぽいねんけどいや振られたしね実際濃くったけどうーんえなんでその話になったんだっけそうそうでもその子がさの知り合いにさやっぱいたねお薬やってる子 中学生でうんいたいたやっぱ田舎のヤンキーって怖いよね <laughs> なんかほんまにエスカレートするから暇やからやることないからあの人たちうん <laughs> でもたまに来てさそういう人から連絡がちょっと怖いよね YouTube やるのもさあんまり自分のプロフィールをオープンにしすぎても怖いなと思うよねうんもう完全にブロックっていうかう無視するけど 誰ですかって感じで <laughs> 僕もね半分ちょっとヤンキー履いてたんだよねその時うんまあここだけの話ねうんやっぱちょっと荒れてたから学生時代はうん甘酸っぱいねそうやね甘酸っぱい甘酸っぱいよね甘酸っぱいしまた吸いたい <laughs> エキスをまた吸いたい。うん。いや、戻れへんよね。でもあの時代にはね、中学とか高校にはね、戻れへんよね。もうほんまにさ、戻りたいって。この今の自分で戻ったら、まあもうちょっと成功できたと思うねんけど、いろいろ。うん、また吸いたいね。うん。<laughs> また吸いたいね。 もうおじさんやから、うん。<laughs> もう戻れへんもんあって。今日はでも全部お酒開けようと思ってんねん。500人いったんやで。万人に好かれるようなタイプじゃなく、まあ、それ何回も嫌な苦汁。泥水飲んだで、人生で。袖口が鉢切れそうだわ。せやねん。めっちゃ楽しいからトイレ行けない。あ、ほんま。 <laughs> トイレ待っといてあげるわ待っといてあげるうん無言で23分ぐらいやったら <laughs> いいでトイレ行ってきてもトイレ漏らす漏らしたらあかんからさ行ってきた方がいいんちゃういや,いやすごいやっぱいいよねなんか白人さんの髪の毛の感じ好きやわどこで出会ったんですかアプリアプリアプリやねん普通にアプリして連絡が来てで やりとりしててんやんか。で、そのさ、アプリの時の、なんか僕のプロフィールは、どれやったかな行ってくる、みんなで楽しんでてさ、あ、行ってらっしゃい、待ってます。お花摘みに行かれました、ポッポ屋さん。そう、普通にアプリで連絡来て、ほんでさ、あの、その日さ、その日やったか忘れてんけど、なんか、じゃあとりあえず、クラブに行きましょうってなってんやんか。で、 なんかその向こうも友達連れてくるし、僕も友達連れて行くから、じゃあクラブで会おうってなってんやん。今考えるとさ、めちゃめちゃチャラないそれって感じはないけど。で、あ、クラブ当時僕行きまくってたから。で、あの、それで外国人が多く来るっていうバーが、クラブが何バーにあってんやんかで。そこで落ち合うことになって、ほんならさ、全然タイプじゃなかったん。最初。 全然タイプじゃなかったって。なんかまだ髪の毛もさ、もさもさってしてさ、なんかすっごいダサかったし、服も。でさ、初めて会ったのにさ、あのー、なんか、お酒をさ、ポケットに入れててんやんか。今からクラブ行くからとか言ってさ、え、何それって思ってさ、え、キッションって思っちゃってんやんか。 で自分で持ってきたお酒をさポケットに忍ばせといてさで見た目もいけへんしまあ外れかなと思っててんやん。で僕は普通に友達がいててさで一緒にクラブに行ってでまあこうやって踊り狂うやんでそしたらさ。<laughs> ほんなら、まあ僕若かったからね、全然若かったから、大学、うんで。で、ほんでさ、ほんならさ、どんどん彼がね、めっちゃイケメンに見えてきてんやん。なんか知らんけど。酔っ払ってたんか知らんけど。で、どんどんイケメンに見えてきて、え、で、その場でめちゃめちゃベロチューしてんやんか。<laughs> そうあのめっちゃさみんなが見てる前で友達とかね初見やけど向こうの友達外国人の友達とか僕の仲いいめっちゃ仲いい友達とかいてんけどめっちゃベロチューしてん <laughs> 超泥酔してさめっちゃベロチューしてさででその時記憶ほとんどないねんけどでなんかそこからなんか会うようになって付き合うことになってんけど。 なんか最初はほんまにタイプじゃなかったんダサいしそうでもなんかすごくよく見えてきてそれ以降顔とか髪型とか、うん、全然イケメンやねんけど <laughs> そうやねんキャーやねんキャーだよねもうさまたそういうことしたいわみんなの前でベロチューとかしたいわ <laughs> であそれの日かなそれと別日やったかなでさなんかほらさっき出したやん あこれこれだからさこんな感じでもう泥酔しまくってでそうそうそうベロちしたんだよねだからさ生まれて初めてよそんな人前でベロチューすんのとか <laughs> やばないマジで <laughs> なんかさゲイバーはこの間久々に行って思ってんけど結局リアルにしか出会いはないのかもって思ってんやっぱ アプリじゃ限界ななんかっって思って思きたそれこそバー、ゲイバーとかで出会ったことがさ、あのバーって喋っててさ、うん、なんかでもやっぱ実際に会ってみてじゃないやっぱり出会いって。アプリではやっぱり、うーん、ちょっと難しい気がしてきた。あ だそのさ僕唯一この子と仲良くつるんでた女の子がいるんやけど、まあ、一緒のユニット活動もしてたデザイン的な、まあ、大学の先輩やねんけどだからその先輩の前では唯一全てを、まあ、僕もさらけ出せててだからその人の前で初めて泣いた振られた時は <laughs> あの共通の知り合いがすごい多かったしてかその一緒に遊んでくれてたからその先輩はね。 カラオケ行って振られた時にカラオケ屋で2人でっていうか多分主に僕やねんけど大号泣した <laughs> 僕でも人前で他人の前で泣いたの初めてやねその時がうんでもやっぱすごいショックやったねう,んでうちの姉ちゃんの前で泣いたのもこの人と別れた時が初めて それまでは恋バナとかしてたとはゆえ全然泣いたこととかなかったんけど憎しの前で初めてこの人と泣いた時はもうほんまに死にたいって言って泣いた <laughs> <laughs> 思ったでもさやっぱり結婚すると思ってた人に振られたからなんか しんどかったんだよね。やっぱり本当に生きる1分1秒もこの世にいたくないと思っちゃって、で、パニックホッさんも出ちゃったから、すぐベランダに気づいたらいたし、なんかこう、飛び降りなきゃみたいな意識に苛なまれてね、自分が選んだ人生じゃないこれと思ってうん。で、姉ちゃんに泣きながら初めて号泣して、もうほんまに無理って言ったんや、その時 今までいろんなことは相談してたけど初恋で同性愛かもって気づいて相談した時もあったけどその時ですら泣かんかってんや別にであんでもあん多分それって恋愛やでって友達の息を超えて恋愛やでって言われたのは姉ちゃんやねが言ってくれてその時にもう別に泣かんかってんけどこの人とこの彼と別れた時はほんまに泣いちゃって ほんまに心の底から行きたくないねんって言って <laughs> 姉ちゃんに言って本当に今回ばかりはマジでほんまに死にたいねんって言ってそ <laughs> 受け入れられへんくてこの現実が彼と歩んでいく人生しか想像してなかったのにある日突然そのはしごを下ろされてもうあなたはこの人生その描いてた将来は一生ないですよって言われて宣告されて 行きたくないですって言われてさ「ほんまに行きたくないねん」って言ったら姉ちゃんが「じゃあもういいと思うよ」って言ってくれてんそのほんまに無理して生きる必要はないよって言ってくれてん,うんそれでやっと踏みとどまった今までの感じから言ったら多分姉ちゃんはいい人やから「えちゃんと頑張って生きなよ」とかいうタイプやねん八方美人やし。 うん、絶対あんたは生きなさいよとかいうタイプやったんやけど初めて真逆っていうか、まあ、あんたがそんなにしんどいんやったら <laughs> もういいと思うよって言ってくれたんでその時にあじゃあちょっと頑張ろうって思ったんや、うん、もうちょっと死なずにこの人生をねこのいただいたよくわからへんゲイというミッションをこなしながら生きていこうってちょっと思ったうん <laughs> <laughs> やばないこの話めちゃめちゃ深い話してない <laughs> そんなつもりないねんけど別にえポッポ屋さんはほんでトイレからトイレから帰ってきたんちゃんと無事に <laughs> いやでもあの出来事はでかいねやっぱりやっぱね僕あ戻ってきたんああよかった漏らさずに行けたんよかったね あの出来事やっぱりねうちの親で親とか他の人とかには絶対こう変わり変わりは聞かないねうちの姉とのあの絆はワイヤレスをつけたままやったん積みながら聞いてたあお花をこうちょんちょん積みながら聞いてたん器用な方やね <laughs> そうなんや <laughs> お花摘みながらいけたんよかったあの。お花をさ、いっぱい摘んでさ、花束にしようよ。うん、<laughs> 意味わからん。意味わからへん。い <coughs> 意味わからへん。お花をいっぱい摘んでさ、みんなで大きい花束にしよう。うん <laughs> え、要は下ネタ <laughs> いやだから姉が結婚したから結構ね僕の中では姉を取られたっていうか自分と違う人に時間を割かれたって思っちゃってて全然いいねんけど今全く勝手にしてって感じやねんけど大人やからやっぱり当初はちょっと嫌やったよよく分からへんどこの馬の骨かも分からへん男に姉を取られたっていうことはやっぱりちょっと嫌やったうん今まで一緒にさ旅行してさ 何の気なしにさ喧嘩しながらさ箱根旅行とか一緒にしてさお昼ご飯とかどうでもええやんとか言ったらさ姉ちゃんとかめっちゃ真面目やからさえちゃんとしたところでちゃんと人気のところでご飯食べようとかいうタイプやからさミーハーやからさもうで僕はさ真逆やからさ性格がもういいやんそんなめんどくさいその辺の駅前のマックでいいやんけとか言っててさそういう感じやってでもそういうことすらもう 姉ちゃんに旦那さんができて子供ができたらもう全然そういうことができひんくなることがめっちゃ憎らしくってやっぱすごい旦那さんを当初はちょっと恨んだよね取らんといてって思ったよね兄弟っていいですよね私も親より兄弟に救われてああそうね親なんてさいやこんなこと言ったら分からんけど親なんてさやっぱ兄弟に比べたらうん やっぱ兄弟の絆はでかいよね、うん。まあ親とご両親と仲いい方も中にはね全然いると思うけどね、うん、いいよね兄弟ってねでもさ僕さここだけの話さここだけの話でも何でもないやけど YouTube やから弟とねとある事件があってねさっき画像で出したけどねちょっと微妙なんだよね関係が今。 兄にその感情をいた,だいたことあります何これって思ってました。ああるんだあ。あるんやね。うん。いや、あるやん。絶対あるってそういうのを取られたみたいな。だってさ、肉親でさ、やっぱりいろんなことを小さいときから一緒にやっててさ、でも例えばね、僕の場合はね、自分が泣いてるときには、保育園でよく姉ちゃんがね、先生に、なんとか泣いてますとか言ってくれたりとかね、すっごい世話焼いてくれたりしたわけよ。で無,無条件の愛をくれてたわけよ。 うん、その人はさどこの馬の骨かも知らへんたった数年しかさ知らへんような男に取られんだよ女とかにうんまあ今はね全然勝手にどうぞって感じじゃないけど、うん、やっぱあるよねそういう感情ってねわかるわうん弟はやっぱ違うんだよね僕ちょっとね弟結構特殊な子やないやあんまり言えへんけどちょっと特殊なんやうちの弟って。 年も6歳ぐらい一気に離れてるからちょっと特殊やねんで全く理解ができひんし共感ができひんわけよ最近結婚してんけどまあいろいろあって弟ともね本当に縁を切ろうかなって思うぐらいの出来事があって去年ぐらいにね結構家族ごたごたしてるからねうち <laughs> なんだかんだねで まあでも元彼にも言われたけど弟兄弟にそこまで言える熱量すごいなって言われてんけどでもやっぱり僕は兄弟やから弟とは言えで理解はできないとは言えやっぱりいろいろ言っちゃうわけようん兄心というかやっぱりこうちゃうとかそれおかしいんちゃうとかさ言っちゃうわけよほっときゃいいのにうんでもそういうのがちょっともうほんまにいきすぎて最近弟とも縁を切ってるぐらいのノリやってんけどまあ結婚しはって うん、ちょっと見直してるかな最近弟の関係は。うん、もしね姉ちゃんに何かあったらね一緒に死んであげようと思ってるね <laughs>。あのねこれでも別に暗い話じゃなくってスーパーとか行く感覚と一緒。もし何か事故とか何かもしあったらね姉ちゃんの身にね何かあったら一人で例えば天国なり地獄なり行くやん。 でいたとして、ね、まあそんなもんないと思うけどもし行ったとしたら僕は行ってあげようと思ってんねん一緒にじゃなきゃ寂しいやん向こうで <laughs> と思っててそれぐらいあのー、割と一心同体感はある <laughs> 勝手にね向こうはどう思ってんのか知らんけど自分はやっぱここまで支えてくれた人やしいっつも悩みばっかり聞いてもらってる側やから。 うん、全然何かあったら全然行ってあげるよと思ってるうん <laughs> うん別にそんなめちゃめちゃ濃い兄弟愛とかではないねんけど <laughs> 単純な話を知り合いがそっちに行って寂しそうやから自分もそっちに行くっていうぐらいのノリうんって感じ別に僕もこの世にま見れないしねそんなに <laughs> 十分愛されてきたし自分も愛してきた なんか昔さあったよねそういう自分が死ぬ時に誰かを愛したことを思い出すのか誰かに愛されたことを思い出すのかみたいな小説あったよね忘れたけどちょっと昔かな多分ね僕はね愛した方を思い出すと思うねうん皆さんどうですか <laughs> そうよね兄弟でもさ一人っ子じゃなくてやっぱその辺は恵まれてたかもね一人っ子の人からしたらやっぱりそういうのないって言うもんねいや本当にねこのカナダ人の彼以外にもね僕のことを一生懸命愛してくださった方っいっぱいいて別にマウントとかじゃないねんけど「愛してるよ」って言われたことは全然あるし自分も「愛してる」って心の底から思ったこともあるしそう告げてきたんですけど まあこんな感じですわ今 <laughs> 人生何があるか分かりませんわほんまにでもねア,クセア,アセクシャルの人は除いてさ人に恋愛感情を抱けない人は除いてやっぱり人ってさやっぱ原動力に愛ってあるよねうーんあるよねあ僕もさなんか一応彼のトレーニングルーム大学のさジムに一緒に連れて行ってもらったことはあんねんけどなんか うんっって感じだったでって感じじだたで何がおもろいのって思っちゃった。<laughs> いつもこのマシーンでこんなトレーニングしてんねんとか言われてんけどさ、へえって感じだった。<laughs> なんか僕さ、下半身が重くなんねん、そういう行為すると。なそれをさ、相談したことあんねんけど、仲いい子に、なんかズーンってすんねん、たまに。だからすごい嫌やねん、そういう行為が。 気持ちいいんやけどなんかズーンとすんだよねなんか重たーくなるときがあってなんかしんどくなんだよねだからもうさもうさっさと終わらしてって思っちゃうんだよねうんみんな全然あれやで自分のことでもいいけど全然コメントくれていいんやでもう自分ばっか喋ってるけどヤンバルクリナティの写真をもう一回お願いしますああ了解 多くの女子もその感じあると思います。早く終われって。あ,あそう。いや、そうやんな。なんかさ、僕、別に子宮とかないしさ、全然あれやねんけど、何様やねんって感じやねんけど、男やねんけど、全然さ、なんかズーンってして、なんか下半身がね、なんかしんどってなんねんで、勝手にさ、向こうが腰とか振ってるやん。でさ、それ見てさ、もう早い終わらんかなとか思っちゃうね。あ,あるあるな。あ、そうなん。うーん。 だから羨ましい逆に僕なんか持続力がないんかな最初はさめっちゃ盛り上がってさあすごいエッチな気分になるし全然やりたいって思うねんけど最中でさ「えまだ行かへんの?」とかさ「まだ終わらへんの?」とか思っちゃうねいまいちだからその夜の営みに対してやりたい欲はあるけど実際やるってなるとちょっと散歩ぐらい気が引けんだよねうん。 あんま言ったことないけどこんな話 <laughs> 一応僕が社会人やったから奢ってあげるわっつって買ってあげてんやんかめっちゃ喜んでたですぐその場で着替えてたわかるあわかんねんよ。あわかんねよ。あそう。せやねやんねだからさ僕持続力がないんかもスタミナがパジャマもかわいいパジャマってこれあ私が今着が今着てるやつありがとう のガラと筋肉のギャップちょっと言われてみたらそうかもねあのめちゃめちゃマッチョなのにこのほのぼの <laughs> 言われて初めて思ったわ確かにねこさのさゆるふわのさこのイラストとのギャップえぐないなんか <laughs>。 <laughs> めっちゃアンバランスやね今思ったけどおっぱいがすごいあんのにさ <laughs> でもなんかねこれがいいって彼が言ったからで買ってあげてんこれ、うん、ほんまにこんなサイズ感でいいのかほんまにちょっと不思議やねんけどもっとでかいの買えばよかったんけどピチピチとしすぎかわいいだからさ僕さそういう意味でも多分モテへんのやろなと思ってん。 ゲイってさ、やっぱりエッチしたい人多いやん。まあ、バニラっていうかその、なんていうのめちゃめちゃがっつりセックスをしたい人ばっかりじゃない人もいんねんけど、この業界って。バニラっていわゆるね、あの、抜き合いみたいなね。でも、なんか、狭きもんやなと思うね。うん。首元も締まりすぎてて可愛い。せやねせやねもう、ほんま可愛いよねー。 ほんま好きやわ。いや、愛しててんだよ。別に愛しててんけど、言わへんねん。やっぱ日本人やから。愛し I love you とかも言わへんし、あなたのここが好きですよとかも言わへんしね。うん、ゆかりさんおっしゃると、こっとツボです。っ <laughs> そうやねん。あの、ゆかりさんはプロなんで、あの <laughs> 私のチャンネルのプロの方なんで、ね、ドンピシャなんです、毎回 <laughs>。 そうなんですでもさもし僕がね今後チャンネルがねこの1,000人とか超えたとするやんするしたとしてもねあのー、皆さん、あのー、それはさいろんな人が過ぎ去っていくと思うねん、まあ、そこはやっぱりさシビアな世界で一回見て面白いなって思ってくれたり何回か見て好きですって言ってくださる方は中にはいると思うんですけどまあ、話半分でねで でもまあやっぱり時間を経てばみんな去っていくんじゃないですか行くじゃないですかそれはでも分かってんねんみんなそんなもんやろって思ってんねんでもねゆかりさんは違うんじゃないですかと思っておりますはい <laughs> 私がどんだけこの先登録者数が増えたとしてもね見てくださってコメントくださるんじゃない かなって思ってて思ますよ <laughs> 全幅の信頼を置いてるみたいになってるけど <laughs> おもろいよねほんまにそうやねとんでもないです恐縮ですだって言ってることいちいちツボ押さえてくんねんもんね <laughs> いつもおもろいとこツボ押さえてくんねんもん自分さほんまおもろいわ もう思い出がさ沖縄にありすぎてその後もさ何回か友達に沖縄一緒に行こうって言われたことがあってんけど彼との思いい出を上塗りしたくなくななて、て一回も行ってないんです。<laughs> めちゃめちゃメンヘラ女子じゃない <laughs> めっちゃキモいと思うねんだけどやっぱり彼との思い出イコール沖縄っていうのが強いからそこをどうしてもこう上塗りできしたくなくって誰か他の違う人とね。で <laughs> だからいまだに沖縄には彼との旅行以来行ってないんですよすごい好きやけどね沖縄はやっぱり自分の中でめちゃめちゃ大事な思い出やからさでもさすがにいいかなもう,もうこの年やしもう10年経ってるもん10年経ったらもうええわ、うん、そうそうクソかわいいあそうだからすごいメンヘラやからさやっぱりメンヘラの血がすごい流れてるからさあのそういうとこがあんねんけどいやもうええかな10年やで。 10年経ったんやったらもうええやろ別に上塗りしてもうーん,なんかでも沖縄ってさ空港に着いたらめっちゃさ沖縄っていうそういう空気やねん当に別世界に来ましたみたいな感じやねん行ったことある人は分かると思うねんけどほんまに特別な感じやねん特別な土地やし匂いとか景色とか僕もその宮崎出身で南国っぽいムードには慣れてんねんけど 沖縄はまたちょっと違うねんや。だからさ、彼とのこの思い出はやっぱりそことセットやねん。うん。面相霊感。え、ちょっと適当じゃないえなんか適当じゃないそのコメント。<laughs> 面相霊感って何 <laughs> 急にシビアになる <laughs>。面相霊感ね。はぁ、厳しい。 <laughs> 厳しいあほんまあそうやっぱさ関西人やから <laughs> バレたそうやろなんかちょっと適当に言ってないなんか面相霊感とかさうん,うんすぐバレるよそういうのは全然いいけどねうんもう人目も気にせずイチャついて「Love you」って感じやで「<laughs> I love you」って感じやでもうでも当時はもう全然やで。<laughs> もうやっぱり人目が気になりすぎてイチャつけへんし、なんか僕さ、襟足線かも。襟足に性癖かも。誰もいないっぽいビーチ。で、二人っきり感も、絵も。せやねん。この時さ、全然おらんくて人が、周りに。でさ、ほ、うんまにプライベートビーチやってん。背景がエロい。えさっきのビーチのやつあ、これ背景エロい。え生活感かなやっぱり。生活感かなエロさって。殺傷能力って。 かああほんまそうそうやねなんかこれ僕の服やねんけどあのトーガトーガっていうあのちょっと言い切ったねトーガったブランドやねんけどそれがかかってますわこの時あん、菅野美穂の写真の集のような <laughs> ちょっと勉強不足でしたわ全然知らんかった菅野美穂って写真集出してたんそもそもあの人ってそういうグラビアみたいな売り方してたん確か当時の恋人が撮った写真集え マジでそんな写真集出してんの菅野美穂ってえっ菅野美穂ってあれだよね坂井雅人の嫁だよねえカメラマンと付き合ってた時のヌード写真おかわりえそうなんえっ菅野美穂ってそんな専用的なことしてたんえカメラマンと付き合ってたんえ,えぐえめっちゃエロないえそうなん出版する記者会見の時泣いてた えマジでえ神のンってそんな攻めた女優さんやったんなめてたわ。えマジでえめっちゃ調べようそれ。マジでえカメラマンとか付き合いたいねんけど普通に。え出してほしいねんけど写真集。えすごいねみんなすごい情報通やね。 菅野美穂ってそんんなとこ出たんですちなみにね坂井雅人さんってうちの実家の近所やね <laughs> 旦那さんのあの人宮崎南高校出身でうちの近所やね実家のうんんかちょいちょい見かけたって声も聞くようちの近所で坂井雅人さんと坂井あの菅野美穂さんのその写真集のようなおしゃれさと生活感の中にあるエロスが似てるなとあエロさって生活感なんです あの僕がたどり着いた一つの答えでもあるんですけどエロさって特別なものじゃないんですよね生活なんですよねうんあのやっぱり隣り合わせなんですよねエロさってうんすごいそのそれが伝わっててよかったです、はい、そうなんですよふとした瞬間がエロスななんです、はい、なんかさこのなんかちょっと汚い小汚い部屋の感じとかさふとしたかすらないこの 別に用意したカットじゃないねんけど彼の後頭部ね切ったばっかりの髪の毛で,でその片一歩の赤い耳それを押さえてる私みたいな指から愛おしさが漏れちゃってますせやねんめっちゃ可愛いと思っちゃってんこれ恋人じゃないと取れない距離感なのがエロいあそうそうそうだからさ恋人だからこそ の目線やねん、多分ね。今、当時はそんな意識してなかったんけど、勝手にパシャパシャ撮っててんけど、やっぱり親密な距離感じゃないと、彼のこういうところは撮れなくって、そうなんですよ。カメラマンってでもそういうことだと思うんですよね。わかるそうやねポッポヤさんわかる <laughs> うん、確かに確かに。そうやねそうやねだから、 結局カメラって技術の技術力じゃないんですよねデザインって全般そうやけど技術なんて突き詰めたら誰でも上手くなるんですよだから結局は何を撮るか何をコンセプトにするかなんですよもう何をモチーフにするかなんですよあの個性を出すとかアイデンティティの出す場所ってね ってなった時にやっぱり彼を恋人という距離感で撮りましたという当時の私のものですよねやっぱり作品としてのうんやっぱり襟足好きかも僕さよく日本人でもさ男性の襟足めっちゃ見ちゃうんですよねわかります結構襟足好きなんですよね生え方、毛の生え方毛質とかすごい見ちゃうただパってこうやって彼の後頭部を撮るんじゃなくて右手を添えるというアクションその 入り込み右自分の右手の入り込みがあることによってあこの被写体とこのカメラマンは親密な関係なんだなっていうことが表れてるじゃないですか。うん、でだからよくさ自分もこうやって右手を添えたなって思った今見返すと。逆にあメないで別にないねんけど。<laughs> 別にないねんけどうーんでも清潔感がある方がいいかな襟足は女子女子もなんかそういうのあると思うねんけどなんかある程度ちょっと手入れされてる感がある襟足が好きかなうんボーボーとかよりちょまあ、ボーボーが好きなそういう碧の人もいると思うねんけど僕はもうちょっとなんか手入れされてる襟足の方が好きかなエロさを感じる <laughs> ちょっと待ってめちゃめちゃ痛い人じゃない今ねえ <laughs> めちゃめちゃ痛くない月に一回はカットしてほしい。あ、でもね、僕自分自身が月一回は絶対カットしてるタイプなんですけど、月一回も髪切らん人とかいんののんけで、逆に。え、えぐないなんかめっちゃ髪って伸びるやん。月一回もせん人とかいんのえ、嫌や,やねんけど、普通に。 えもし彼氏だったら絶対生かせんねんけどそんなんカ,カットしにまあそのもともと長髪で着る必要がないっていうヘアスタイルの男性やったらまあちゃうんやろうけどえ僕はちょっと無理かも一ヶ月に一回むしろ1ヶ月に2回ぐらいは髪の毛着る人じゃないと無理かもえ待って今の何なんかさ今さ え風船がブワーってならへんかったえこれ自分の画面だけえめっちゃ風船がブワーってならへんかった今。え何今の演出。見えま、あ、やっぱ見えましたえそうやんな。え今の何今の風船のやつ。え僕何も押してないねんけど。でもさ、なんか僕マッチョの人好きやけどさ、マッチョの人って筋肉硬いんだよね。意外と柔らかくないんだよね。<laughs> 何の話って感じ スパタリ攻めの体せやねんもうさまさにさ BL の世界で言うさいやこんなんとやっでもさ僕やってる時にあなんて硬いんだろうって思った記憶があってムニムニしてないんだって思った記憶はあんねんだからあんま筋肉質とやの人ってあの柔らかさないんだなって思ったんだよね重いし硬いしでさ結構そのガッっ 例えばこう押さえつけられた時にその逃げられへん恐怖みたいなのが一回あってさなんかこう冗談でじゃれててガッて腕をつかまれたことがあって彼にね。その時にでもほんまに彼が力が強すぎてその腕からぬこう出ていけんへんかってんやその時にちょっと恐怖心を覚えてんやちょっと怖いって思ったぐらい力が強くって今思い出した。 仕上がってる。うーん。そうだよね。だからね、ちょっとマッチョの人ってちょっと怖いんだよね。半分。エロさもあるけど、半分怖いんだよね。なんか、なんかあった時に逃げられへんっていうかさ。うわ、可愛い,い。<laughs> <laughs> あの何回も言いますけど、別に僕、この彼にね、未練ないですよ。言っとくけど別に、またどうかなりたいなと思ってないですよ。肉体と行動のアンバランスなところが可愛らしい。うわ、めっちゃ分かってる。せやねん。あの、ほんまに、あの、人ってそうやと思うねんだけど、そのギャップがエロいって言うやん。ギャップがいいって言うやん。まさにその典型やねん。あの、行動と肉体の、 ギャップがほんまに可愛いねん。愛せんねん。でも、付き合ってる時はさ、全くやってん。やっぱ自分が、そういう行為が好きじゃなかったから、例えばスーパーとか行って、なんか向こうはね、やろうとか言ってくんねん。<laughs> スーパーでやってこようとしてくんねん。<laughs> その、なんていうのちょっと、やってこようとするっていうか、すごいなんか、 外国人的っていうか、ムラムラしてきたぜ、みたいな感じのことをスーパーとかで言ってくんねん。で、触ってくんねん。でも、もうちょっとこんなさ、公共の場でやめてよとかやって、僕はね、常識人やから。で、そもそもやっぱりそういうのは好きじゃないから、そんなのやめてとか言ってさ、で、断っててんやんか。でもさ、今考えたらいつでもやる。<laughs> 今やったらいつでもどこでもやんでって感じ <laughs> もうおっさんになったからやろうけどねうんいやでもさやっぱモラルとかあるやんここがアメリカとか,かそこここカナダじゃないからとか思ってさやるって何って思っててん <laughs> バックヤードとかだ意味不明やねんけどと思っててさてか何でそんなやりたいんって思っててんの脳内そのことしかないんとか思っててんだえだってこれさ2013年よ10年前よマジで 10年前やけど、昨日のことのようやもまあやっぱり自分がパニック障害の引き金になった一員でもあったし、うーん、やっぱでかいことなんだよね。彼との出来事って。ああやばいな。沖縄ちょっと塗り替えようか。みんなでさ、沖縄旅行してさ、塗り替えたいわ。この男のしょうもないこの記憶をさ、なんかこう、 塗り替えたくない女子で。<laughs> 今の自分ならやるわ。欲求不満なのかなあ、そうやね。今の自分やったらやるよね。多分ね。もちろん欲求不満っていうのもあんと思うんだけど、やるよね。<laughs> 沖縄オフ会。そう、いきなりやで。なんでか知らんけど、一番めちゃめちゃハードル高い沖縄って。<laughs> 沖縄オフ会でもやるみたいな。あ、今日は神会あ、ほんま。 <laughs> だって今日500人達成したんやもん。僕さ、一生自分のチャンネルなんてさ、500人もいかんと思っててんやんか。ほんまに、だからもう、嬉しいね。500人いったという事実がね、YouTube 公式がメールでくれてんだ。それがほんまに嬉しいね。自分みたいな人間が500人もさ、そんな不特定多数の人から指示をいただけるなんて思ってなかったもん。でもなんか僕を悲しませたくないから、なんかあの、 他の女の人とエッチとか、なんかいろんなことはしなかったんですって自慢げに言ってたけど、まあまあそれ普通のことやでって思ってました、実は。はい。そんな普通は付き合ってたら他の人とはエッチはしないねんでって、ね。<laughs> オープンリレーションシップとか取ってないんやったら、普通はしないねんでって思ってたけど、それどうやってましたね。はい。まあ多分持ってはんねやろうな。ていうかさ、この格好で d 歩いってたんって思わへん。<laughs> おかしない家着やん。そけ部が気になって話が入ってこない。え、そけ部やっけこの、そけ部で合ってる話は入れといてね。何回も言うけど、話は入れといてね。一応ね。うん。話は入れといてほしいねんけど、かわいい。ほんま、全力で愛せるわ。でさ、たまにさ、シャツとか着てさ、ドレスアップすんの、彼。そん時クラッチブラック。<laughs> え,これ,クラえこれクラッチバックやったんこれえクラッチバックやったんこれすごいファッショナブルー違うやろ絶対 <laughs> ただの水分補給やろ筋トレと水分補給金上あそうやな多分そうやと思う <laughs> なんでさ野外で2リットルのアクエリアスを持つシチュエーションがあんのって思うねん もうさ、で、この写真はどこから入手したんっていう自分への疑問もあんねん。そもそも。この場にいなかったからね、多分僕はね。なんでこんな写真持ってんのって思うわ。ほんま不思議。この左にいるのは私なんですけど、あの、で、右が彼氏なんですけどね。で、よく彼氏さ、あの、足に、股にさ、手を入れてくんねん。なんかよくわからへんねんけど。<laughs> 何のあれかわからへんねんけど。あの、多分酔っ払って、 あの浅方の方写真ですねエロい絡み方してんなそうやねんせやねんめちゃめちゃエロないこのさ太ももと太ももの間に入れんねん手をエロないめちゃめちゃよくしてくんねんそういうこと。 さあみんなさのんけやねんけど僕ら以外はあの全然それをさ普通としてみんなしてのんけ同士がちょっとエロなんかボディタッチスキンシップ多めなカップルみたいな感じであの何て言うかな、まあ、スルーしてくれていわゆるさ日本人やったらさキモいカップルやねんけど。<laughs> うん <laughs> そんなん全然普通な感じでさ肩に頭のせる甘え方も可愛いせやねんうーなんかさ僕さそんな甘え上手じゃないのにさ彼の前ではめっちゃ甘え結構甘えててんやんなんかそのなんかこう築き上げた女のプライドみたいな <laughs> 女ちゃうけど男のプライドみたいなのを で彼が崩してくる人やったから扉をバッて壊してくる人やったからさすごい無防備にみんなの全然知らん人の前とかこういう友達の前でも無防備に甘えちゃってた、うんえちょっと待ってもうみんな寝たりする12時前やけど明日仕事やから寝たりするえー、ちょっと待ってみんな寝ちゃう せやんなあでももうさ4時間電話4時間電話じゃないわのライブしてるよね, <laughs> ねえじゃあもう閉めちゃう多分冷蔵庫にあるからちょっとえっ寂しいよねまだしたいよねライブあありましたレモン動画残ってましたえ結構飲んでない今日 リモンンンドを2本本開開けててスパークリングワイン1本開けてる誰かの心の支えになってたらいいかなって思うねなんか僕みたいなゲイってまたゲイはゲイの中でも珍しいタイプなんで僕っていわゆるテンプレートのゲイではないんでんだからその とある方みたいに思いっきりおねえ言葉を使ってほげた方が、その分かりやすく人気を得れたり、女性支持を得れたりするのは分かってるんですけど、僕はやっぱりビジネスって割り切れなくて、そこは。で、ほげキャラみたいなおねえキャラになりきれない、嘘をつくっていうか、偽ることが、どうしてもできなくて、自然体でやっちゃってるんですけど、 うん、そんな自然体の過剰に、こう、おねキャラじゃないのに、こうやって来てくださってるっていうのもすごい嬉しい。オフ会いいですね。ファンの方も絶対面白い方多いと思います。<laughs> せやんだそれめっちゃ思うねん。多分僕のチャンネルのファンの方々って多分おもろい方ちょっと多いと思う。ちょっと変わった方が多いと思うしね。いい意味でね。そんなん世の中さ、おもんないやつばっかりやん。だから、全然いいねんけど、うん。そうそう。支えになってます。あ、ほんまっすか。 めっちゃ嬉しいですわだからこういう特殊な人たちが出会ったことってすごい確率が低い中の奇跡やと思うんでねえうん YouTube やっててよかったなって思いましたわうんだから500人行くってね皆さんが思ってる10倍ぐらい僕は嬉しいんですよやっぱりだからこんだけ酒も飲んでるんですけどこの空間癒しの部屋あほんまじゃあもう24時間開けとくみたいな。<laughs> <laughs> せやんなだからさ人間ってさいろんな種類の人間がいるじゃないですか世の中ででノン系の人たちとかもう全然セクシャリティ関係なく僕のことでいいと思ってくれてる人とのマッチングができるっていう奇跡はすごいとすごい確率が低いことが多分起こってるんじゃなかろうかと思うんですよね <laughs>。しかも500人以下のチャンネルなんてさ見ない人の方が多いじゃないですか。 そもそもさ、登録者数が多いチャンネルとかの方がやっぱりフラシーボコ果っていうか、まあ面白いんであろうと思ってみんな見に行くんですけど、登録者数が少ないチャンネルなんて人に見られないんで、まずね、その中で見てくださってるから、すごい嬉しい。楽しいよね。まあ、僕はちょっとやめたくないかも。今日は寝かせたくないかも。あ <laughs> <キモ> <laughs> 寝かせるけどね、そのうち。 それはさ全然軽々しく500人とか1000人とか何千人って行く人も世の中いっぱいいますよいっぱいいますけど僕はそうじゃないやんだからまさか自分がちゃんと500人行けたんやっていう正規ルートでねしかも別に僕なんかお金,かお金で買ってないですよ登録者数とかいいねとかね全く買ってないタイプなんですよその中にはそういう人もいるやんその登録者数と再生回数が全然見合ってない人とかいるやんなんかそういう人ってそうらしいんです買ってるらしいんですけど 友達とかにはね、そういうのしたらって言われたことがあって、いやでも、そんなんしたところでじゃないですか。なんか、意味ないやろと思ってて、うん、いやで、まあ、ちま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 やってましたけど、<laughs> うん。まあ、多分これが終わったら、また数人減ってると思うんですよね、登録者しまあ、でもそんなんどうでもいいからさ。 まあ、とりあえず一旦は500人になったということでね、また近々ライブ配信しようと思うので、その時遊びに来てくれたら嬉しいです。オフ会ね、オフ会やろうかな。うん。そんな感じで今日は終わろうと思います。皆さん、長い4時間え、めっちゃ長時間お付き合いいただいてありがとうございました。本当に感謝、感謝。感謝、感謝、感謝。明日からお仕事がある方はお仕事頑張ってください。 お茶目な方よくちゃセンスス大好きですすこれから楽ししみにしてますサービありがとうございます。いや、こちらこそ、あ、また次回楽しみにしてます。あ、はい、また近々楽しい時間でしたかはい、また遊びに行きます。あ、ぜひぜひ来てください。もういつでもお待ちしております。はい。そんな感じで、皆さん、はい、また月曜日からね、しんどい日々を乗り切りましょうということで、それでは、 さよなら今日は本当にありがとうございました皆さん500人達成できましたありがとうございましたほんまに感謝ですそれでは皆さんおやすみなさいさよなら